最初にですね、今日の講師のご紹介をしておきたいと思います。今日の講師は、金子勝さんです。慶応大学の先生です。今日の資料なんですけれども、裏表の紙が補足、追加資料というものです。これが追加資料になっているので、本資料は何か、ということで、本資料はですね、原発は不良債権であるというこの岩波のブックレットであります。で、今日急遽これがですね本資料だということが分かったので、岩波にご連絡をしてですね、あるだけ持ってきてくださいということで、なんか50部、50部手元にたまたまあったということで、持っていただきました。これが本資料いうことだそうです。ということで、この原発は不良債権である、それから、追加資料、この2つが今日の資料と、こういうことになっております。金子先生、あ、ちょっと今入り口が混雑をしておりますので、少し落ち着いたら始めていただきます。
待たせをいたしました、それでは、NSF ジャパン、第21回です、金子勝先生のお話を お伺いしたいと思います。では金子先生よろしくお願いいたします。どうも、金子でございます。最近エネルギー問題と称しながら毎日見てるのは有価証券報告書とあと、東電の再生計画とか賠償財務会計 の東電に関する去年の委員会報告であるとか、そんなのばっかり見てます。でこれは自分の記憶によると1990年代の半ばに銀行 の有価証券報告書ばっかり見ていた頃以来ですね、10年ぶりぐらいにそのことばっかりやるようになってます。でもちろんエネルギーで原発に関して足りる足りないとかいう話はもろもろ専門家の方がいるので、私がそっちをやってもあまり効率的ではないなっていう気がしますので、自分も再生エネルギーとかずっと言ってきた一人なんですけど、それよりも自分の特技を生かそうということでやっています。で皆さんにまずお話ししたいのは、起きていることはですね、実はエネルギーが隠していますけど ほとんど足りてるという情報ばかりが出てくるんです。じゃあなんで動いてるんだろうかということの奥底に今日のブックレットもそうなんですけど、原発というのがいかに不良債権であるかっていうことと、電力会社はほとんど東電関連は実態的には持たない状態に入っている。旧電とは早いかもしれません。いろいろシミュレーションしていつまで持つかってやってるんですけど、それから今日の話はそういう話を人当たりした後に今回の東京電力の総合特別事業計画の中身のひどさということが報道もされていませんし、今も国会議員の方々とお話してたんですけど、国会決議を無視しているんですね。非常に重大な内容をはらんでいますので、そのことについてもお話をしようと思っています。でちょっとあんまり寝てないのでそんなばっかりこの負担金は どこの正しいでどこで払うんだろうとかそんなことばっかりやってるので、ちょっときちんとしたロジックで立てられるかどうか分かりませんが、分かってる段階のことを皆さんにお話をしようと思っています。でこれまでいろんなところで書いたり喋ったりしてきたことで第3四半期去年の12月末までのデータでやっていたんですけれども、いよいよ3月末の決算がだんだん出揃ってきて、でその数字をずっと眺めて、いるわけです。で一つはブックレットの中で書いたんですけど、問題の本質は燃料費の上昇であるということで、ほとんど電力料金の値上げを正当化しようとしているんですが、これはちょっといかがなものかなっていう、中身をよく見ていくとこのままいくとですね、ちょっと不良債権問題と同じでデータをごまかして原発のコストをですね、過小にあたかもないかの止まった状態で原発のコストがないかのように粉飾しながら、燃料費の上昇があるために料金の値上げをしなきゃいけないんですよというストーリーを一つ作ろうとしてるわけ。それから燃料費がかさんでしまうから原発を再稼働しなきゃいけないんですよっていうストーリーを今作ろうとしている。でそれを暴かなきゃいけないと思って一生懸命そういう決算報告その他を見ていきますと、まず第一に
燃料費の値上げだけであれば上昇の影響はないわけではないんです。ないわけではないんですが、あの3月末の決算を全部見ると、基本的にあの経常損益で黒字は、4社ありました。でも四国電力はごくわずかで、4社というか経常損益レベルでいうと5社、北陸電力、四国電力あるんですが、これはもうごくわずかなので、これはあのネグリジブルで いずれ赤字に入っていくんですけど、中国電力と沖縄電力と電源開発なんですね。でそれぞれ見ていくと、あの電源構成で、あの中国電力はですね、原発の依存度が 3% なんです。そうで、まあ、島根原発だけなので、で上関はまだあの建設予定で、あのまた稼働もしておりません。で電源開発も大間があるんですが、これも全くあの稼働しておりませんので、建設予定の状態、建設中断の状態で、沖縄電力はご存知のように原発がを持ってないんです。あの基地の周辺に原発を置くのは危ないので、アメリカ軍が一番危ないので攻撃されると一発なので、あの皮肉ですけど、で これはですね、あの原発が燃料費が上がったからという理屈が成り立たないことを示している。わかります？燃料費が上がったからじゃなくて、すごく重要なのは原発をその見るときに、原発を止めたらタダじゃないんです。だいたい1兆2000億から3000億の赤字が出るんです。それなぜかと簡単なんです。固定費が高いんです。原発で1基3000から5000円かかるので、借金をしてる。だから借金の返済費用だけで利益は生まなくなった代わりに借金の返済費用があって、止めた状態も安全じゃないわけですよ。で冷却してなきゃいけないので、普通の工場と違ってメンテナンス費用がかかるので、何かこうメディアの説明だと、原発止めて止めた状態だと普通の機械と同じように考えて、止まった状態はただで、改めて燃料費が高くなってて、その分をかぶって動かさなきゃいけないので苦しくなりますよって、こういう理屈立てになってるわけです。しかし実は固定費の部分がかなり高くて、その返済費用だけで相当かさんでしまう。だから原発が持ってないところは燃料費が上がった部分は問題なんだけど、固定費の部分がないから、あの赤字になるから減益で済む。でじゃあ燃料費の上昇はどうなってるかっていうと、上昇分はすでにあのほとんどカバーされております。家庭用に押し付けてます。で実は一般企業向け、これから値上げをしますって言って家庭用でほとんどカバーしてまして、例えばですね、燃料費の増加に対して、燃料等の調整費ですね、燃料価格等の上昇分、例えば東京電力が3800億円なんですけど、そのうち3700億円は経産省承認してしまっているんです。つまり全部家庭用に載せちゃった。で関電は1320億に対して930億載せている。 ほぼカバーしている。で北陸も中国もみんな大体あの燃料費の上昇を総括原価でいうあの燃料調整費調整額というやつで自動的に載せている。なので東京電力管内だとみんなあの全部電力料金見ればわかるんですけど、だいたい去年1年でだいたい毎月600円から1000円ぐらいの幅で上がっておりますので、すでに載せないと。じゃあ何が問題かっていうと、一つは原発の固定費なんですけど、もう一つは原子力発電を止めて代わりに火力に動かすっていうことがある。その時に電力の仕組みというのは価格を申請するときに単価が決まってるわけですね。でその時の原発コストっていうのを
5、6円だというふうに安く抑えてきた。なので意図的にずっと原発のコストを低くしてきたので、関電とかたくさん原発を持っているところは、その5、6円で実現するには、実は実態として老朽原発で減価償却が終わったような原発をたくさん動かしてないと低コストにならないわけですね。危ない原発を動かして、で5、6円から石炭火力とか、ひどい場合は石油、関電の場合12基のうち火力のうち5基が石油で、4割ぐらい石油なんです。で運転費用っていうのを見ると、原発は1円なんです。運転費用が、燃料費が裏に、それに対して石油は16円で計算した。つまり今まで原発安い安いって意図的に単価を低く抑えてて、ツケが全部バーンとこう出てくるわけ。火力に変えるためにその差額がもっと膨らまる。それを燃料費だと称してる。ちゃんと本当の実額かどうかっていうのは怪しいわけ。さっきも言ったように固定費の部分がカウントされていないし、実態としてそんな16円じゃなくても十分に調達できるはずなんですよ。いろいろ不明瞭な点があって、とりあえずこういう形になる。だから家庭で要するに燃料調達というか調整額の方で調整されている部分がかなりあって、価格の上昇は吸収されている。で問題は原発の固定費が高くて、その部分が事実上隠されてる。不良再建化するわけ。危険で安全性が担保できない原発はそれだけで常に損失を生むようになっていっちゃう。そういう面が隠されちゃって、みんな燃料費のせいだって言ってるわけ。しかしこの燃料費のせいっていうのも経産省に電力価格、電力料金を申請するときに価格が決まってるわけ。それぞれ コストが決まっていて、その原発のコストを非常に低く見積もってきたがゆえに、それを火力に変えた瞬間に名目上非常に大きく膨らんでいて、それが実額かどうかかなり怪しいという。でそこのところを入ってやるわけで、90年代とそっくりだと思っているのは、実はこの原発が不良再建化していくと、危ない原発でも電力会社を動かさないと潰れちゃうっていう事態になるので、関西電力とかみんななりふり構わない再稼働を始めちゃう。つまり交互に取らなきゃいけないんですよ。電力会社は原発を作りすぎて、しかも安全性を担保してない状態で福島事故みたいなのを起こしてみると、事実上不良再建企業なんです。社会のお荷物、お荷物を社会全体でどうやって処理するかが今問題なんです。銀行の不良債権問題と同じで、この時に非常に重要なのは、1点目、危機管理には原則があるんですね。簡単な原則、僕はいつも言ってるんですけど、1番目は失敗したリーダーとか責任者、それからレフェリー、これみんな変えないでください。新しいルールをやろうが対策をしても誰も信用しない。2番目は大胆な措置を取る。つまり最悪のリスクを想定してやる。ちょうど山田先生がいらっしゃるので、肯定金ですよ。全部差し押さえせざるを得ない。全部殺さなきゃいけないですよ、元で。臨時援助にもないです。もうみんな農水省が日光分とかごまかしちゃったんで、みんな信用しなくなったんで、トレーサビリティ入れて全頭検査やる。今放射能も同じじゃない。全量検査しないと絶対ダメなんですよ。信頼取り戻せない。で、また多分暴落しちゃう。同じことは原発についてもごまかし続けたでしょ。まあ計算中 の原子力安全を僕は不安員と呼んでますけど、不安員とそれから原子力安全委員会ですけど、これらが、まあ、メルトダウンは隠すわ、スピーディーは隠すわ、次々隠される。放射線審議会と原子力安全委員会が1ミリから20ミリに上げると、工程の基準を上げる、除染最初の周辺の基準を20ミリに上げる、ね、放射線の汚染の汚泥とか焼却灰の基準を100ベクレルからキログラム8000に上げる。これって世間基準にそっくりなんですよ。要するにレベリーの当局の金融当局と
まあ、当時は財務省とか、僕ら旧大蔵省の銀行局がありましたけど、それと銀行が結託しちゃう。結託して大丈夫だ情報を流す。で、ところが大丈夫だって言って潰れていく。例えば米だったら福島県が安全サンプル調査しかやってないの、安全宣言のやつ、風評被害のせいだって言ってやるわけ。銀行の時もそうです。風評被害のせいだって言って危ない危ないとか風評被害流してる、だから安全なんだ宣言をやるわけ。ところが潰れちゃうんです、銀行は。そうするとこのレフェリーは嘘ついてる。なるほど。ルールが誰も信用されない状況になってしまうということが起きるわけ。今回もそっくりでしょ。安全宣言出したと伊達や日本松や福島市からどんどん米が出てきた瞬間にもう誰も信用しなくて何が入ってかわからない。実は瓦礫処理の問題が広域処理にした時の問題も同じなんです。福島でまず処理してないじゃん。だから高濃度の放射性のものを福島市でセシウム回収型の焼却炉で燃やしてそれを処分している姿が見えない。次に安全ですって言った時に8000に変えちゃってまた100でやりますとかもうバラバラになってる。そうするとどこも論理としては助けてあげたいっていうのをいざ入ってたらどうなるので燃えた時にセシウムはもちろん気化しますから、じゃあ受け入れたところにちゃんとフィルターをつけてるかつけてない。でセシウムを回収するきちんとした焼却炉で濃縮したわけですから、そしたら基準を超えるのが出てくるの可能性は非常に高いわけです。表面上の瓦礫が低くても濃縮しちゃうケースが出てくるので分かる。じゃあそれをどこに捨てるかの基準もなければ後もないわけです。で何せいやもしかしたら岩手県の北の方は大丈夫だろうってみんな思ってるはずない。だけど分かんない、分かんないことでしょ。混ぜちゃうんじゃない、本当に基準通りなの。つまりレフェリーが腐って基準を勝手に動かしてしまうと全くダメになっちゃう。でこういう時はもうしょうがないです。全て大胆に全部を大胆に最悪のリスクに備えてやらない限りもうダメなんです。ところが今の東電の計画との関わりで多分そうだと思うんですけど、森林バイオマス発電でこれ瓦礫を一緒に燃やそうっていうプロジェクトが、まあ、僕の友人の児玉達彦が一生懸命南相馬とか浪江でやってたんですけど全部ストップ。要するにそれやると賠償費用が高くなることはみんなやらない。もしかしたら米の全量検査もほとんど農水省は機械を買ってませんし日本松のだけでやってる一生懸命で、これは GBO の検知器なので希少金属を中国から入れなきゃいけないので今から注文してないととても間に合わない秋に。つまり注文せずに間に合わなくてやってももうそういう体制作れない。でしかも検出した時100ベクレル以上出てくるからそれを燃やす場所を作らなきゃいけないと、森林バイオマス発電やって濃縮した灰を国有林のどっかで完全に封じ込めるような施設をこう作っていかないとダメなんですけど、そういうこと全くやる気がない。やると賠償しないと。でも裏が見えてるわけで、1ミリから20ミリにするのをみんな賠償費用を削るためです。あとで説明しよう。公然と書いてあるんです、今度。総合特別事業計画。で、そういうことが明らかに進んでいるために、もう基準、レフェリーは腐っている。基準はコロコロ変えられる。そうするとお互いが信用できない。で、今の金融危機もそうなんですよ。欧州もそう、日本もそうでしょ。カウンターパーティーリスクって言うんですよ。つまりお互いにお互いが不良債権いくら隠してるか分かんないから金貸せないの。でそれで潰れてくるんです、お互い。電線っていうんですよ、こういうコンテンジョン、電線現象が発生する。でそういうことが今起きてる。でおそらく原発の安全性に関してもこのいわゆるストレステストから始まってその前 の段階の経産省の原子力安全保安院がいろんなことをごまかしてるのはみんなバレて、やらせまでバレて、みんなバレているので、この人たちがいくら安全って言っても誰も信用できないので、
関西電力としては多分11基あるうち7基はあれはもう老朽原発の不良再建企業ですので、7基までが1970年代に運転を開始した、みんな危ないもので、残る3基のうち90年代に運転した関連として一番新しい原発なんです。いや多分それでやる。だから順序間違えちゃってるから、誰ももうこの安全技術も本当何がやってるんだよ。30項目のうち15項目は業者任せ。しかも関連は赤字だらけだから絶対できるわけがない。とか弁当付きの、そのフィルター付きの弁当装置もないし、免震灯もないし、そのオフサイトセンターは定位置にあるし、要素材配る体制もできてないしとかいうの、計画を出して工程表を出してるんだけど、そんなもの誰が信用できるってなっちゃって、つまり当時どの銀行が危なくなっちゃうかわからないと全く同じ状況だ。だからそれはアナロジーとして同じように見えるんですけど、実はこの国の腐った体質というものが、あの責任逃れをするために本当のデータを出さない、責任者の責任を取らない、結果として情報を小出しにしている、その結果誰もルールを信用できなくなって、事態が収拾できなくなるという、失われた20年の始まった時と全く同じ状況が今生まれてきているということになります。で、原発問題も基本的には財界のど真ん中と官庁のトップがみんな腐ってしまっているために同じ現象が起きる。だからこの国の非常に根っこに当たるような問題が次第にあぶり出されてきているのが今の現状だと思います。やるべきこともその裏側からやれば簡単なことなんですけど、まあ原発本気で動かすつもりがないんだと。で、世論調査の動きを見てると内閣支持率がうんと下がっても解散を望んでなかったです。それ何かというと、僕らが感じているのは、政党に対して誰が変わっても同じだという感覚と信頼性が全くなくなっていて、で国民の世論は圧倒的に強くて、反対にしてそれが実現するまで粘り続ける世論になっちゃう、つまり政治が期待しなくなっちゃうという状況がはっきり現れてきてる。で、今回の大井原発の世論調査、あらゆるもの全部見たわけじゃないですけど、かなりのものが出てるんですけど、見ても大体5割から6割が再稼働反対、賛成は2割から3割までの間です。2が30で見ると、暫定安全基準に対する反対は7割から8割ほとんど出てる。それから計画停電をしても我慢をするが8割出てる。だからもう私たちはもう現あなたたちは信用してません、政治家も官僚も信用してません、私たちは我慢します。で、昔だったら読売対朝日とかいうような 論争になってるけど、もう言ってること同じだし、朝日の経済部なんてほとんど日経と変わらないし、もう全然見てて読むに耐えない新聞になってますから、社会部がやや頑張ってるくらいで、まあ、非常に情けない状態。消費税も TPP も原発も基本的に大手新聞はみんな同じ、財界と一体化しちゃって、逆に地方新聞は全部反対だから、首長がプロテストするだけじゃなくて中央政治が無能なので自分たちが代案を出すよ、例えば滋賀や京都や、ああいう傾向ですよね。大阪とかで小さい町がエネルギー計画を立てたりするようになって、熊本とかそれとか国の代わりに計画立てる、そういう状態がどん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 進んでますので、多分民主党がもともと言ってた地域主権というのが政権がダメながゆえに実現しつつある実態として、そういう政治の状況で、みんなが戦々恐々としてるのは橋本がブームになって負けちゃうんじゃないかっていうのをみんな思ってる。藤村さんとか前原さんとかみんな落ちると思いますけど、僕は今の状態でそのくさいこと続けていってるわけでしょ。頭が悪いんだと思う多分
理解力が足りない。自分がどういう状況に置かれてるか分かんない。やるべきことをどう何をしたら突破できるかが分かんない。でこれもあの不良債権問題と言ってそっくりなんですよ。起きてる時問題の根深さで大胆な処置を取らないとあの克服できないっていう危機管理能力の問題。あの別に山田先生を持ち上げるわけじゃないですけど、ヘバについて全部殺処分にして、でその状況でみんな燃やして埋めるまでこう説得しなきゃいけないんですよ。現場の人なんかみんな自分の牛殺していくわけですよ。種牛も殺していくわけですよ。明日から生きていけないっていうのを やらないと収まらない。そういう覚悟で原発問題に臨んでいる政治家は皆無だっていう、皆無ことが非常に重要な問題だ。で、問題が再稼働もかつての原発問題と、あの不良債権問題と同じなのは、ゼネコンがあるじゃないですか。中腐ってるわけ。で銀行は貸し付けてる債権が焦げ付くのだけが嫌なの。で、原発を止めちゃった瞬間に、それだけで赤字が全部、全原発止めると電力会社全体に毎年1兆2、3000億が降りかぶってくる、降りかかってくる。ちょっとこれを続けていくといつか自己資本がなくなっていく。東電は関電も1兆8000億あったのが今1兆1600億まで減って、来年は多分800億になっちゃうんですね。800億が4000億赤字が出る。つまり赤字が出るたびに自己資本が毀損していくわけです。で電力会社は通常 20% の自己資本比率がないと借り入れができない。低金利すると 20% 終わっていくとプレミアムが乗って高い金利でしか借りられなくなってくるから、借金体質の電力会社はどんどん雪だるま式に入っちゃう。で東北電力がそれやったわけ、背に腹変えられないように250億ずつやったのに社債発行したんですけど、プレミアム乗せられて、そのプレミアムあまりにも大きいので他の電力会社は社債発行やめちゃった。で東電の今度の再建計画には書いてないですけど、今地下で進行しているのは死亡社債、私の僕死亡社債で調達する。これがどういう意味を持ってるかっていうのは後で説明します。とんでもない内容なんですけど、銀行自身も腐り始めてる、かつてと同じような状態なので、こういう問題なので、原発再稼働をなぜ急ぐかは、不良債権企業が不良債権をとにかく利益を生むようにしないと自分は潰れちゃうという恐怖から動いてる。これがよく見えてくる。この関連のケースも同じです。で今日実は来てこういう一般的な話だけじゃなくて、東電についてはもうあのこの中であの去年出たあの経営財務委員会の報告に基づいて、いかに東電が原発なし電力料金の値上げなしだとあの、ね、苦しい状態でもうほとんど債務超過にすでになってるんですね。 2.5 兆円入っても自己資本は6000億ですから、完全に自己資本は毀損して債務超過なんです。実態は債務超過なんですけど、そこのところがあの基本的にあの書かれています。それを前提にしてちょっと説明が向きに飛んじゃうと分かりにくいところもあるんですが、あの見ていただけると分かるのは、持ってない方は申し訳ないですけど、あのすいません押し売りに来たみたいになっちゃってまずいんだけど、毎年1兆円近くの返済が必要なんです、ここ 4、5 年の間。それでこれはあの13ページの上の表に借金の累積が書いてある。で15ページに経済委員会でやったシミュレーションの結果が載っています。でこれはあのそのホームページ見るとあのグラフでちゃんと書いてあって、経年で全部書いてありますので、それを見た方が分かりやすいんですけど、電力料金の値上げなしと原発再稼働なしだと2020年までに8兆8000億必要なんです。それに対して原発を直ちに再稼働して電力料金を 10% 上げると7500億で済む。つまり天と地の差がある。でそういうことを前提にした上で、このレジュメに書いてある、これはあのこの中にあの物
ックレットなのに出てない新しい事態なの で国会議員の方々にはとりわけてちゃんと皆さんが無視されてるんですよっていうことを読んで見てほしいんです。でまずは5月の9日に政府が承認した問題でメディアが問題にしているのは柏崎刈羽を動かすということですよね。それから電力料金の値上げはリストラが不足しているのではないかというこういう論調で固めています。これはいかがわしいほどいかがわしいほど、どうしていかがわしいかというとちゃんと読んでない、多分意図的に流しているほどメディアが勉強していると思えない。でよく読んでいくと非常にひどい内容です。4点中心にしゃべりたいと思うんですけど、第1点は、ここに書いてあるアドレスのところをアクセスすれば東電のいわゆる総合特別事業計画は見ることができます。東電のホームページでも見れますけど、これは原子力損害賠償支援機構のホームページウェブから出てきてる、そこのところ出てきてるんですけど、これはまずは国会決議を公然と無視しています。この計画を読むで88ページに本体の一番上にあるやつをクリックして88ページにそれを書いてあるんです。それを読んでいただくと財務基盤の強化って書いてあって、そこでは要するに取引金融機関への追加予診を要請している文書、そこの中で非常にトリッキーなんですけど、国民負担の最小化というのは当初の閣議決定にはなかった文書が入っている。つまりこれは国会の中で修正される中で出てきたメインイシューなんですね。でそれが書いてあるから何か設立の経緯を反映しているように見えるんですが、そのまま参考資料と呼ばれる2番目のこの URL をこのウェブを開いていただいて、そこを見ると冒頭2ページから5ページまでこの6月14日の閣議決定の内容がそのまま載ってるんです。でこの2番目の URL はその最後にこの原子力賠償支援法が通った時の付帯決議の部分を示している URL、 この URL の中でこの決議の第10条で閣議決定、6月14日の閣議決定は役割を終え見直しを行うことと書いてあるんです。10条ところが見直しを一切行わないまま、それが東電の参考資料の冒頭に載っていて、それが88ページに実は修正されて国民負担の最小化にならないということで修正されたことが載っている。じゃあこの具体的な枠組みについてと書いてある中身は何が書いてあったかというと、この 6.14 の閣議決定で書いてあったことは必要に応じて何度でも支援をし損害賠償及び設備投資等の必要な金額は全て満たして原子力事業者すなわち東電を債務超過にさせないという文言が入ってたわけです。6月14日の閣議決定で、それは国会で各党のがこの国民負担の最小化と全ての利害関係者の協力と負担ということが重要であるから、この具体的な枠組みは役割を終えたんだ。つまりこんなものをやってたら国民の負担がとんでもない形になってしまうので、国会決議で事実上見直しを求めた、あるいは解消を求めた決議が付帯決議としてくっついて原子力賠償支援機構法が通ったにもかかわらず、それをまるまる今度の再建計画は公然と載せている。しかもそれを踏まえているかのような文章はその後この議論の中で国民負担の最小化が必要だという議論で各ステークホルダーの負担と協力が必要だと書いてある。
ところが貸し手責任は一切問われてないし、社債はまあ電気事業法も37条で優先弁済が決まってるとはいえ、社債の保有者に対する負担も求めていない。だから決議では二重の意味で履行されてない。このままいくとこれを素直に読むと、全てを国民がどんなことがあっても救います、どうでもというのと同じことになる可能性を持ってる。巧みに書いてある、なんか引っかからない、あたかも経緯を説明しているかのようにして決議を自主を復活させてしまう。でおそらく財務基盤の強化というところに載っているのは、そうでもしないと銀行は金を貸してくれないということがある。でもう一つ二段構えになっているのは、銀行は私募社債、私が募集する社債で、つまり貸し付けじゃなくて私募社債でやる可能性が出てきている。追加予診、要するに電気事業法で守られているので、賠償費用よりも社債の返済を優先しなきゃいけない。法的にそこのところに銀行さん貸し手責任は問わないでいいですよ、だから追加の資金貸してくださいね、でもあなたたちには優先弁済をする社債で貸し、お金貸してあげま、貸してくださって結構です、借り入れをしますよ。そうすると何か広瀬新社長が賠償の担当だったから賠償優先であるかのような報道がなされてるけど、全く出たらない。賠償を全く無視で銀行が吸い付いて自分の貸金を回収した上で優先的に弁済される私募社債にすり替えて、東電が潰れても自分たちの貸し付けは最後は保証されるようにする、そういう入れ替えを行う処置になりそうです。だから国会決議は二重の意味で違反になっている。私は多分今日の夜か明日の夜にブログでこの内容を書こうと思ってるんですけど、経産省東電の国家転覆計画というタイトルにしようと思ってるんですけど国会の民主主義を無視してるわけですから。でこの内容はよく読めば分かる。でしかもこの付帯決議の10条の話は当時の海江田経産大臣も確認してるんです。議事録読んでいただければ分かるはずです。要するに利害、それゆえに機構法に国民負担の最小化と利害関係者全ての負担というのが盛り込まれた。でここのところが実体的に表がこの文言だけ残り、その見直しっていうかもう役割を終えたと言われているこの具体的な枠組みだけが復活してるんです。参考資料丸々普通のぞくじゃないですか。あるいは経緯を説明しなきゃいけない。で実際その経緯を一切説明して、これを問題にしないとそのままそれが有効になってしまう、そういう状態に置かれています。でしかし去りは去りとって東電にこの優先弁済で引きずり、もうゾンビ企業と抱き合わせの状態、銀行がそういう形になってくるんですね。要するに返済させて私募社債に変えれば電気事業法上ではその社債の返済は優先的に弁済しなきゃいけないということになってしまうので、で結局銀行を守るためだけど、本当の実態が明らかになったら銀行は吸血鬼でしょ。すごい倫理的に非難されるでしょ。だって福島県民の賠償よりも先に自分たちが払えって貸し付け金を入れ替えてくるんだよ。とんでもないでしょこれ。っていうのがまずは最初の問題から。もう一つ、これも参考資料で巧みに書いてあって、過去の賠償費用と比較してないからわからなかった。変だなと思いながらよく読む。
参考資料の11ページから16、17ページまでを見ていただきたい。このそこの中に賠償費用の再計算をしている。その再計算の中身を見ていくと、賠償費用の再計算の中身を見ていくと、一つはなんで霊音停止というのを言ったのかっていうのはよく分かってくる。避難費用がどんどん削られてる。でもう一つは事故処理費用も1兆2000億だと1兆1500億以上かからないことを10年間前提にしてる。つまり事故が収束したということ、避難も必要ということになりますから、避難費用がまず消せない。から原発周辺の双葉郡の人たちが一生懸命交渉をしていますが、おそらく女性は一切しない。おそらくそれはどういう文言から想像できるかというと、要するに帰宅困難区域は女性しても意味ないんですよ。実際にむしろ被爆しちゃうかな、まあ、高線量地域は。問題は20ミリ未満なんですよね。この地域を戻りたいっていうと戻らせるわけでしょ。戻らせるんだけど20ミリシーベルト未満は住民が全員帰宅したとして再計算したとか。っていうことは、いいかな、まあ、みんな戻れっていうことにしてる。それ以上は賠償しません。つまり20ミリシーベルト以下であれば帰れないとこは住宅全損と同じ扱いで補償賠償を出しましょう。しかし20ミリシーベルト以下では全損扱いじゃなくて帰れる場所だから住宅の除染その他をやっても費用を払いませんよっていうことにして、しかもそこは20ミリシーベルトだからあの近辺以外もみんな同じと。だから除染費用は一切払いません。で実際に再建計画を見ても一切費用は計上されておりません。ということは福島県民のこれは事実上見殺しにする計画である。もう倫理的には許されない。このことをこの再建計画についてきちんと問題しなきゃいけない。で3番目は原発の再稼働問題です。もちろんメディアが問題するように柏崎刈羽は非常に大きな問題があります。一つは中越地震の影響で2号機から4号機もう一回再稼働の申請が出てるわけですけど、これは大きな打撃を被って稼働がままならない原発だから。今回で言えば女川とか東海第二とかいうようなそもそも危険なものです。からもう一つは柏崎刈羽の使用済み核燃料の燃料プールがもうほぼ満杯に近い。多分2、3年すれば満杯になっちゃうんじゃないかっていう状態で動かして、その先のこと何も考えてない。それだけでも大変なんだけど、問題は福島第一の5、6号機双葉町にあるやつ、それから第二原発の4基の廃炉費用は一切10年間の計画の中に載っておりません。これは解釈としては2つしかある。一つは動かすつもり。いずれ。もう一つは金がないんで廃炉費用を積めません。だから付けは先送りします。言うけどどっちにしておかしい。という内容を払う。で、福島県知事の要望する福島第一、第二の全10基の廃炉はこの東電のいわゆる特別事業計画では実現されてないことは確かに、これも福島県民の要望に対して答えるものでは全然ない。で、事故の原発が事故が収拾せず、しかも福島原発について再稼働するかどうかもわからない状態で宙ぶらりんで10年間置き続ける。それが福島の願いであるか。それは願いではないことは確かだ。ただ2つの可能性でどちらかであるかは書かれていない。どうせ日本人はそれっぽいから10年ぐらいしたら動かせんじゃないかと思っているかもしれません。で、4番目。これは最も問題なんですが、の一つなんですが、国会決議の無視と同じぐらいなんですが、 2.5 兆円すでに損害賠償支援機構からもらっているんですが、
この損害賠償支援機構からもらっているこの部分がありますよね、もらっている部分、いわゆる支援機構からの交付金ですよね。でこの交付金の返済計画は一切この東電の計画を見る限りありません、ありません、表向き。つまりそれはどういうことを意味するかというと、リストラをして費用を捻出して福島県民の賠償を払うということはないという、わかります。代わりにじゃあどうやって払おうとしてるのかっていうようなことを見ると、その他の電気事業費用というのがあるんですけど、そこに一般負担金というのがあります。これ電力11社が支援機構に負担金を払ってるんです。でその額を大体この計画に従うと2020年までに2兆8000億特別負担金も合わせてですけど、後で説明しますけど、トータルで2兆8000億になるんですけど、でもう一つあるのは、今回の電力料金で上がった利益から東京電力は特別負担金というのを負担します。で東電はだから一般負担金と特別負担金を払っているので、電力会社が支援機構に負担金を払っているうちの2011年の実績だけでも3分の1以上払っていて、でこの分が電力料金に乗ると。だからリストラで身を切って賠償を払っているわけではなくて、国民に負担を乗せて賠償費を払うのがこの間の電力料金の値上げの仕組みであるということが明示的に書かれている。で一般負担金はその従事者が全部出して、その今度の値上げの利益から払う特別負担金は東京電力だけなんですけど、この分が事実上負担金の形でもあるという支援機構で、これ10年かかってトータルで全部で 2兆8000億、東電だけだと1兆8000億、それは電力料金に乗せるという。で一般負担金はなんで電力料金に乗せるかというと、その他電気事業費用だから総括原価で乗ってる電力料金で、値上げの利益から特別負担金を出す。で実態は同じだけど、一般負担金をその東電の賠償費用に使っていいのかどうか議論が残ります。もともと一般負担金の設立の主意は賠償に備えるっていうことだと。他の電力会社の電気料金で稼いだものを東電の賠償に払っていいのかどうかは議論が残ります。でも多分使うでしょ。それで 2.8 兆円を出す。でまた追加的に賠償をで支援を受けたら、それはさらに10年でまた払う。こういうことを続けていく枠組みになっている。で、言ってきますけど、国会の事故調の勝又会長の答弁聞いてて、いいですか、官卸しと八郎卸のメディアの大嵐が吹いたのに、勝又おろせっていうメディアのそのなんか大合唱は一度でも起きたことがありますか。異様な国でしょ、この国。みんな全部撤退させようとしたんじゃないとか、官が余計な口出しをしたから事故がひどくなったんだとか、社長が全部責任を負ってるとか、清水屋もさせたんだろう。めちゃくちゃだろこれ。こんなやつが牛耳ってる企業のために、誰も責任を問わず今度でも解任じゃないでしょ、多分退任でしょ。ひょっとしたら勝又会長何十年ってやってるから 10億超えるんじゃないですか、退職金で減額したとか言うんだよきっと。8割減額しましたとか言っても、もしかして20億だったら2割で4億もらってやめるかもしれないけど、とんでもない、とんでもないことが起きる。そのために我々は料金で福島県民の賠償費用を削られて、東電が負ってる分を我々が電気料金で払う。これが東電の今回の特別事業計画の中身なんです。
だからこのことをやはり問題にしないでいいのかってことなんですよ。でもしこのままずるずるいったらこの国は多分腐っちゃうでしょ。根っこがもうすでに腐ってる。でじゃあどうするべきなんだろうかっていうのは、これはまあこの中にも書いてありますけど、一つはこの原子力賠償支援機構法の付帯決議にもあるんですが、見直しは1年をめどにするって書いてるから、まさに1年だよ、間もなく支援機構法だから見直しを国会でやってもらわないといけない。まずはこの賠償支援機構法で付帯決議を実現するように政府は動いたのかどうなのか。でそこの中に新たな決議の中に出てきている、まさに国民負担の最小化と利害関係者の協力と負担ということが実現されたのかどうなのかということについて、まずは国会で問題にしてもらわないことには、この東電の賠償支援機構法はそのまま通ってしまうということを意味している。それはこの国にとっては致命的です。かつての不良債権処理問題が失われた20年を作り出したように、さらなる失われた30年40年が始まってしまうことを意味している。したがってまずは国会でこの公然たる国会決議無視のこの東電の再生計画を問題化しているということが大事だ。ダメですよ、野田さん。もう経団連ばっかり聞いてるから、TPP もそうだし、消費税もそうだし、原発の枠組みもそうなんですね。みんな、経団連、もう米倉さんだよ、経団連の会長。もう終わってるでしょ、組織としても。もう頭が、ちょっとこういうと失礼だけど、働いてるとは思えない。東電は悪くない。国が悪いんだ、とか言い続けてるわけでしょ。で一言でも福島県民に対して詫びたり、その非常に被害者をその思いやるような言葉って一度も入ったことない。もう異様な風景だと思う。その人に東電の今度の社外取締役を相談してんだよ、野田目市長は。あ、僕は他と首相の間でメイクつけるように最近なってるんですけど、もうあまりにひどすぎてもう口あんぐりなんです。政治家は軸がないとダメだよ、軸通って政治家になる人はいくなことがない。大阪も軸はやめた方がいいと思う。それでもう一度そこの社外取締役の中に NHK の経営委員長が入ってるの、皆さん今日のニュースで見たんじゃないですか。まあ、新聞各紙さすがに問題しましたけど、 NHK の東電報道があると思わず疑ってしまう。僕中国の新幹線事故の処理を笑えませんよ、この国は。多分北朝鮮や中国が嫌いなのは多分近親憎悪ですよ。あまりに似すぎてるから嫌なんですよ、多分。とっても怖い国だと思いますよ、今日本の状態は。それでじゃあまず議論した上で、最小化のためにはさっき言った国会決議の付帯決議の趣旨に従えば、国民負担の最小化と利害関係者、つまりステークホルダーの協力と負担という点で、まずは経営責任の問題です。退任でなく解任でなきゃいけない。最低で。本来ならば、僕はいつも言ってるんですけど、サラリーマンが酒酔い運転して人を傷つけたら刑務所です。だけど、誰一人捕まってない。だから、きちんと経営責任を問うということは、極めて重要な項目。信頼、政府の新しいスタートにとってはきちんとした責任を取らせて新しく変わるんだっていうメッセージを送らない限り誰も信用しない。すでにこれは危機的な状況なんだから。しかも危機管理に失敗をしてしまったの。で次に問題なのは、第二に問題なのはこの過失責任問題。これ国会決議で問題になってる。で当時よくテレビに出てたら河野太郎さんとか何人かの人がこの決議に関わった人たちはその銀行に貸して責任を問うべきと言ってた。まあ枝野さんに至ると
いつの枝野さんかはよくわからなくなってるんですけど、当時は一応過失責任を知ってた、一応言ってた、当時だったのかもしれません。今は一言も言ってません。だから過失責任を問わないと、福島の人たちの賠償費用や除染費用は出てこない構造なんですよ、今の東電の財務体制。としたら一定の過失責任を問わなきゃいけない、全額とは言わないけど1兆2兆円とかいう金額になっていますので、これを全部先送りして公的資金がいるっていう状態だったらあまり意味ないんですけど、ギリギリのところまでやっぱり削らせる必要がある。そうしないと島救えない。ましてや死後社債に変えるなんてことをさせたらとんでもない、もう銀行非難されることになると吸血鬼だよこれ。だって払えない、ゾンビ企業化してる東電から賠償費用を払わせないで自分たちの資金回収だけを優先して、最終的には東電が仮に潰れても優先的に弁済される社債に繰り返るっていうことを、こういうことを許していいのかっていうことだと思うんです。で貸し責任を問わなければ金額が出てこない。つまり東電を単に潰しただけで出てこない今の状況で。もちろん電気事業法の37条を今から変えるのは難しいので、金融市場のルールは曲げられないので、どうしても電力債に関しては一定の優先弁済をせざるを得ないし、できたとしてもリスケジュールぐらいのもんだと思うんですよね。返済を長引かせるとかそういう負担の負わせ方でしかないと思うんですけど、そこもしっかり対応しつつ、最終的には東電を解体していって売却していくしかないんだと思う。これは東電にとっても今の経営者にとってはいいかもしれないけど、東電の社員どんどん辞めてるんですよ。このゾンビ企業をずっと勤めても意味ないから。そしたらかわいそうだから、新しい会社でもちろんリストラするわけですけど、売却をする以外ないんだと。要するに資産を全部売り払う、それから発電と送配電を、まあ、3社なり2社なりに分割をして、でそれを新会社を立ち上げてその株を売ってもいいし、持ってる発電所とか送配電も売ってもいいから、とにかくそれで最低でも5兆円近くの金額をそこからひねり出さないとダメだ。でその上でそれでも多分足りないんです。今20ミリシーベルト以下ほとんど除染なし、もう今の除染っていうのは勘違いしてもらっちゃいけないんですけど、もう新しい町を作るに等しいお金がかかる。これさっきの木刈りと同じで初動を間違えてしまったので、今水で除染して洗ったって2割がいいと。でもう屋根を取り除いたり部材を取り除いたり、染み込んでるやつを変えなきゃいけない。それから岩盤線長く飛んじゃうんで、周辺のコンクリートがアスファルトをみんなひっぺがさないといけない。と一軒あたり、まあ、福島うち田舎のうちなんてどでかかったりすると1000万近くかかっちゃったりするかもしれない。だから帰還困難区域は新しい町を分けなきゃいけない。でもそんな費用を当然払う気がないの。でそういうことをやっていかなきゃいけない。しかもそれもし予算がないとしたら子供と妊婦のあるうちから優先してそういうことをやらなきゃいけない。そういうごく人道的な処置を取らせることを前提にもう一度復活させないといけない。でそのためにかかる費用を捻出しようとすれば、もう一つ重要なのは森林のバイオマス発電で周辺の森林から再飛散したり腐葉土になって流れ出たりするので、住宅地の方からどん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 こう山に向かって全自動で森林を伐採して全自動のバイオマス発電所で燃やして、セシウム専用の回収炉でやって、どっかでこう酸素のバリアをつけて、小玉なんかよく言ってますけど完全に封じ込める。これも金がかかるんですよ。中間処理場とか仮置き場とかいうと危ない状態なんでみんな嫌がるわけで、病院でアイソトープとか放射線治療やってるとこみんな平気で横で通るのは封じ込めてるから、そういうものやの金がかかる。もう金をかかんないと地元は受け入れないですよ。そういうことをきちんとやりますよっていうことを
きちんとプランニングしていくらかかるかってことを考えたら、今時文字とか6か所の最初の工場なんかにやること、もう1兆円使ってんだよ。文字15年間動いてない、計画から20年経っても6か所の最初の施設は動いてない。で、建設費や運転費その間3兆円以上もう費やしてる。こんなものにトータル4兆円も我々10年20年払ってるんだったら、こういう予算を削減し、で電力料金に乗ってる最初の費用の一定部分も含めて出させて、そしてそれで新たにその原子力予算の一定割合を福島およびその周辺地域のその対策費用に注ぎ込んでいかなきゃいけない。これがあのやるべきことなんですよ。で、私はいつも言ってるんですけど、福島を含めてこの東電処理には原則があって、第一の原則は経営責任と貸して責任を問うこと、2番目は福島県民およびその周辺地域の被害者の要するに支払う費用を最大限捻出できる方式を選ぶ、で3番目に未来の電力開発につながる、つまり発送電分離改革を含めて、そういうことをこの東電の改革の中には盛り込んでいかなきゃいけないということになるんだと思うんですよ。でそういう観点から言うと、私が言ったような方式以外には今の状態から脱することはできないから、でそういうことを問題にしない限り、この東電の計画をずるずる認めていく、つまり我々は大井の原発の再稼働になぜみんなが反対かというと、安全基準も曖昧で安全当局も全然入れ替えず、そのまま動かしていけばもう何でもありになる。結局関連はずる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 動かして老朽原発も全部動かそうとしてるだろう。で、つまり最大公約数はそこにあるわけ。もう即時原発を廃止してほしいっていう人も一定割合でいるわけですけど、なんで 7,8 割になるかっていうと、真ん中の人は最低でも事故が起きたんだから検証してくれよ、だからもう今までの腐った連中じゃない新しい精神のメンバーでやってくれよ、少なくとも新しい安全基準でやってくれよ、手順踏んでくれなきゃもうどこまでもずるずる何でもありになっちゃった、怖くてしょうがないって、これが最大公約数なわけです。それは多分京都とか滋賀県の両知事の共同提案もそうだし、神戸市の提案もそうだし、みんなそういうところでコンセンサスができちゃってるわけ。そのためだったらこの事故であまりに悲惨なので、8割方計画停電するならしろ、動かすなら動かせ、我々は我慢するぞと思っちゃってる、脅しになってないよ。だからそういう状況を私たちが考えたら、そういう手順でやるべきということだ。でその上で私はこの最後に皆さんが僕は考えている時、それぞれの原発に対する思いやエネルギーに対する思いはたくさんあると思います。で、いろんな経路でいろんな考え方があると思うんですけど、僕は最後の5章でオルタナティブに書いてるんですけど、やはり私たちが出発点にしなきゃいけないのは福島です。福島がこのままいくと人口がもう7万人流出してるわけですけど、この東電の再生計画であればさらに流出してるんですよ。住めないですよ。で、金銭的なゆとりがあったり親類縁者がある人はどんどん子供だけでも出ていく、妊婦だけでも出ていくみたいなことが起きてるわけですから、この状況で福島県の経済がダメになり、地域が人口衰退で滅びていけば、原発事故を収束したとしてもですよ、我々はこの原発事故から再生したとは言えないんじゃないかと思います。そうすると やるべきことはまずは人権であり命を守るということからだと思うんです。命と健康を守るということから始めなきゃいけないと思います。で、エセルっていう、オコレ・キドーレっていうフランス の元93歳の作家が書いたパンフレットみたいな本が200万部も2010年に売れたわけです。で、彼はナチスと戦
ったレジスタンスの投資で、本人ユダヤ人で、それで確か世界人権宣言の基礎委員会のメンバーとかで、彼はそういうわけで、私たちは確かにエネルギー問題であり、僕が説明したのは電力会社の経営問題なわけですね。原発問題の背後にある、つまり実際に彼らは金銭で動いてるわけだから、そういうことを説明したんだけど、自分がやっぱり出発点なの、経済学者が言うことじゃないですけど、倫理的な出発点だよ。その時にやっぱり福島の状態を我々が許している限り、例えば脱原発、原発を止めたとしても僕は立ち直ったことにはならない。やっぱりあまりにひどいことが起きてる、それをどうやって救うかから始めて、そこからエネルギーの転換や新しい経済のありようというのを構想していくということが大事だ。で、命とその健康ということを第一義的に据えるならば、まずは放射能の被害を最小限に食い止めよう。そうすると多くのお母さんたちがもうとっても嫌なんですね、この原発に対しても放射能に対しても。すごい女性が危機感を持ってるんですよ、この大井原発に対して。それはもう許しがたい、自分の子供の給食であるとかに不安を感じなきゃいけないとか、そういうことに対する何とも言えない憤りがあるわけです。ただ今大事なのは、まずは食品の安全基準を とりあえず500ベクレルから100ベクレルで下げたわけですよ。で、このことは非常に重要な一歩なんです。放射性審議会を妨害しましたよ。とりあえず食品安全委員会はこれを貫いてくれた。そしたら米の全量検査はすでに、始末製作所が作ったわけですけど、5秒で10ベクレル、作業に入れても15秒で加減10ベクレルまで測れる機械を作ったんです、接種を。穀物しか測れないんですけど、あれは。で、そういう機械で、試食の米は全量検査しよう。で、福島はそれ以外。そういうことがないと、やっぱり、キノコとかタケノコとか、ベリー系とか、出やすいものに関しては、やっぱりすごい厳しい検査をしていく必要があるわけですけど、そういう形で食の安全をとにかく確保しよう。そうしないとお母さんたち安心できない。で、ここからだと思うんですよ、失敗。子供や妊婦の命を守るっていうところから出発しようっていうことだと。原発を止めるとか再生エネルギーにするとかいう前の原点です。そうすると農家の人たちは100ベクレルから500ベクレルの人が耕作できなくなってとっても苦しくなってるけど、耕作させてあげましょう。だって分かってないんだよ、セシウムを吸収するメカニズム。で、今日出たところが明日出ないかもしれない、ホットスポット分かんない。で、こっちが出なかったところが出る可能性がある、山からいろいろ来たりする。そしたらさしたら出てくるわけでしょ。だ、それは絶対市場に流通させないようにしなきゃいけないんだけど、倉庫に溜めていったら永遠に処理できなくなっちゃう。で、瓦礫と同じになっちゃう。瓦礫の処理ができないのも基準を変えたことだから。そしたらそれは森林のバイオマス発電をやりましょう。これ30年かかるけど、少しずつ伐採して少しずつ植林して変えていくんです。いや、日本は技術ある、すでにロボット化されたそういう伐採技術もあるし、バイオマス発電もできる。もちろんバイオマス発電25円の買い取りではペイはしません。しかしそこで生み出される再生エネルギーと同時に、それで除染コストの幾ばっかを賄うことができれば一石二鳥になるはずだ。できればこれが成功すれば瓦礫の処理できることが分かるわけだ。そういうところから出発していけば、入り口から出口まで、つまり農地と森林、福島の国土ですから我々、国土を戻す、元に戻すという断固たる決意で、そこから日本の進んだ科学技術を全動員してそれを達成していくことが大事だ。そうしないとこの状況は救えない。それから除染は子供と、さっき言ったように本格的な
除染にはお金がかかるし、新しい町もお金がかかるんだけど、子供と妊婦、お金がね、全部急に出さないとしたら、妊婦と子供を優先した本格的な除染をしたり、それはもう、高圧洗浄みたいな除染ではもう効果が全くないので、ほとんど新しい家を改修するのと同じ状況、賃金を改修するのと同じようなものでないと、それを一斉にそういう弱い人たちからやりましょう。こっから出発していくと、そうするとですね、あとは、あの双葉郡八丁の人たちに、いわきとかそういうところに新しい町を作ってあげましょう。で、チェルノブイリは簡単だったんです。国有地だった。勝手に動かして。でしかも、動かしたやつはみんなエリートのお金持ちばっかり、科学者とかそういうやつを、技術者とかを動かしてるだけで、農民や被爆し放題だったんですけど、日本はそういうチェルノブイリのような状態じゃなくて、全てが私有地なんで、大変コストがかかるわけだけど、こんな狭い国土に54基も原発を建てた罰なんですか。それはきちんと人権を保障してあげましょう。これが我々のまずはやるべきことなんだと思うんですよ。未来に対して。つまり僕は原発に対して反対だし、それから再生エネルギーについてずっとイラク戦争以降は石油の価格の上昇と同時に原発じゃなくて再生エネルギーをってずっと書いたりしてきましたし、まあ早く本出していて売れませんでしたけど、そういうことを言ってきた一人です。まあ前北さんもそういうエコロジーみたいなのずっとやってきた方ですけど、昔のからそういうことを言ってきたことが重要なことじゃないんだと思うんですよ。つまり今この瞬間に起きている非人道的な事態を救うということをで日本国民全体が絆というならば、そこを解決できないのに嘘な絆なんてありえない。そこを救おうということをみんなで声高に、そしたら必然的に原発にできるだけ依存しないようにしようっていうふうになるんですよ。だからたまに被害がひどすぎるから本当にお金もかかるんですよ。本当にどのぐらいお金がかかるかっていうことがわからないから、抽象的に原発を動かさないと経済は回らないとか経済的じゃないとかいう話はいくらかかるかわからないんだよ。本当に人間の人権を保障しようとして新しい町を作ったり本格的な女性をしようとした避難だけ言っててももうダメなの。みんな悲惨なんだから、みんな家族が壊れめちゃくちゃなの。避難じゃなくて新しい町なの。除染じゃなくて本格的に家を作り変える、周辺を作り変えるような除染をやんなきゃダメなの。よくゼネコンを儲けさせるとか言う人いるんだけど、ゼネコン除染になってない。手抜き除染、原子力研究開発機構の再委託の手抜き除染になってる。そこで問題なのは、ゼネコンが儲かるかどうかじゃない。誰が救われなきゃいけないか。救われるために必要な枠は我々は惜しんじゃいけない。そのためにまずは責任問われるのは東電。次に国なの。そこのところはっきりしよう。で、最小限、我々は負担してもいいかもしれないけど、国民が合意できるためには、最も国民の負担の少ない方式をその中から選択しましょう。ここから始めないと次が僕はないと思ってるんです。で、その次に出てくるのは当然のことながら原発の稼働に関してなんですけど、即時原発廃止というのは僕は倫理的に本当はそうしたいと思ってる一人なんですけど、じゃあ本気でやろうとすると電力不良再建問題ですから、これは原発をやめるには電力会社の経営者を首切って、そして公的資金を入れて原発切り離さないと、そういう国民的合意ができるかどうかです。できるならばやった方がいい。54基を全部切り離すだけのお金を入れて電力会社で借金分を切って、じゃあ銀行にも貸して責任をそれだけ問えますかってことをやらないといけない。
もしそれができないのであれば極力減らすにはどうしたらいいかっていうセカンドベストを追求するしかない。でそのセカンドベストを追求するやり方は簡単な、これは三権問題と同じです。まずは誰が見てもおかしい危険な原発から止めちゃうことが大事。ずるずる動かそうとするからみんな不審になる。不良債権処理の時もそうだ。損切りすることが大事。危ない不良債権は損切りする。そしたらマーク1型の格納容器を持っている原発は即廃炉です。40年っていうの本当は30年なんだけど、世界的には40年で全部廃炉にする。だから浜岡とか活断層のあるとか廃炉にする。だからアメリカでは原発は1機か2機ですから、銀座になってるがゆえに今回4機が連動しちゃったわけだから、1機2機以上は1箇所の原発では動かさない。こういう原則をやると半分以下になっちゃうんですよ。対象になる、そもそも審査の対象になる。そこまでまず絞り込む。次に最低限合意できるとしたら、多くの国民が合意できるとしたら、まずは新規建設をしない。だから40年経ったら全部廃炉のプロセスに入る。それで徐々に減らしていくっていうシナリオなんです。で今経産省が出してるのはようやく 15% っていう数字を計算するようになりましたけど、0、20、25、35ですよ。ありえないでしょ。でこれなぜありえないかってこのブックレットに書いたんですけど、新規建設をしないで40年廃炉という原則を適用すると、必然的に2030年の冒頭で20機、2030年の年末で18機になっちゃう。12%、12か 13%。 それを僕が10から15って言ったら、みんな15のところに計算上せこいですよね。稼働率で変わるからなんですけど、稼働率7割でやったり8割でやったりっていう計算があって、8割は無理があると思うんですけど、とりあえず12か13、これが基準になる。こっからどれだけ減らせるかっていう問題は、おそらく電力会社の経営状態と国民負担の在り方に依存して決まってくるんだと思います。で、もし日本国民がもう一個原発が爆発したら、多分いくら払っても原発に公的資金を入れて切り離して廃炉に全部しようぜっていうふうになると思いますけど、現状でメディアのこの状態で本当に合意ができるかどうかは私は自信がない。だけど、できるだけ少なくというシナリオは、そういう論理的な思考の手順に従ってやるべきだろう。でその上で考えたら、さっきの森林バイオマス発電じゃないですけど、みんな原発を止めると成長が終わるってのは嘘ですから。電気料金を原発を意図的に、さっき言ったように低くして、電力コストが上がって消費が落ちて収入が落ちてとか、そういう計算してますから、成長が低くなるってシナリオ。もうそもそも原発コストが安いってのは嘘でだらめのモデルですから。だからさっきも言ったように原発は不良債権ですから、これ処理しなきゃいけない。どういう国民の負担で、むしろ原発をやめながら再生エネルギーにしたり、送配電網をスマートグリッド化したり、それからスマートグリッドの手前の段階でスマートハウス、スマートシティ、スマートファクトリーという形でIT でコントロールされた節電や省エネがビジネスだ。でそこにそういうインフラを整えることがビジネスだという家のあり方も変わってくるわけですね。断熱材を入れてエネルギーを自給し IT でコントロールしになってくるんですね。そういう新しい更新需要が耐久消費財も生まれ変わってる。もちろん蓄電池やエネルギー、省エネ、蓄エネ、ね、そういう総エネと呼ばれる領域は、これからエネルギーの基本が変わるとあらゆる製品にイノベーションが波及していくので、これが新しい世界で、もしここで乗り遅れると、この流れに乗り遅れるとですね、この国はもうちょっと戦えない。で電力会社をよく見てると、正直彼らは原発の再稼働に賛成しているのかもしれませんが、日立とか東芝は特にそうなのかもしれませんが、パナソニックはそういうのやってない電気会社ですよね。成形軸なんか作ってろくでもない会社ですけど、
彼らは7000億赤字になってもう液晶テレビもダメなんだよ。で、我々の国はどういうふうに生き残ってきたかっていうと、繊維産業が戦後直後下の産業だったのが重化学工業に変わるわけですよね。でさらにその中で例えば軽自動車から小型自動車になり大型も作るようになる。から白黒テレビがダメになるからカラーテレビ液晶テレビ、そういうイノベーションを繰り返して新興国に追いつかれないようにしてきたんですよ。で今もうこの小泉時代から始まる失われた20年バブルの崩壊、小泉の間に一番落ちちゃったんですけど、結局あの雇用をちょん切って工賃コストだけ下げるから金融緩和して為替レートだけ下げるっていうやり方して、あとは企業はめちゃくちゃ内部留保を溜め込むだけで、内部留保で M&A で買ってくればいいっていう経営方針になっちゃったがゆえに、実際に技術開発が遅れちゃってる。でただこの分野はまだ環境の特許とかそういうのは日本はまだ世界的にはまだトップレベルにあって、これを使って新しく変えなきゃいけないんです。でテレビの宣伝もほとんど省エネになってるでしょ。例えばパナソニックが産業を買収して太陽光だけ単体で売ってももう中国企業に勝てないですよ。システム化して全体を要するに蓄電池と合わせてガスのとかいろいろ組み合わせてスマートハウスにしてセットで高付加価値化しない限り生き残れない。スマート化とシステム化なしには日本の電気産業は次の世代の産業を作ることができないわけですよね。そういう我々自身、まあ、自動車もそうなんですけど、燃料電車が電気自動車になってくるんだと思うんですけど、絶えず先に挑戦をしていくようなそういう産業の転換の契機っていうのはこれ以外にはありえないというふうに私は思われます。もちろん医薬品とか医療機械とかいうこの分野もライフイノベーションと言われている分野も非常に重要なんですけど、エネルギーというのは産業の一番基盤になっているところで、僕が脱原発成長論というのを書いているのは最後にどういう社会を作っていくかというイメージを抱いてほしい。これ最後になります。一つは公共的な資本主義、つまり社会への循環が分かる。脱原発成長の最後の結論はそうなんですけど、金融資本主義でアコギに儲ける資本主義は終わりましたよ。他人を出し抜いてバブルをしてっていう資本主義じゃなくて、環境を良くすると生命を救うとか、その社会に役に立つことで自分たちの所得を得る、そういう職業と社会の公としての循環を経済が取り戻すことが必要。この四分の一世紀バブルを狙うような経済をやって儲けるのがどこが悪いんだみたいな価値観、そういうものを作りすぎたんだ。で再生エネルギーをやってる人たちもそうなんですけど、みんなそういう動機です。でそれがなぜチャンスかというと、東今日も来るときに出席者の方とお話してきたんですけど、東日本大震災で漁業を救うためにどうしたらいいんだろうか、私が考えるには彼らが作ったものを定期的に変えるようなメカニズムを作んなきゃいけない、そういう NPO、NGO がたくさんあるんだって話でした。これって東日本大震災が気づかせてくれたんです。困ってる人たちを救うっていうのは僕らが嬉しい気持ちになる。楽しいっていうとちょっと語弊がある。つまり何かに役に立つことによって自分たちが何か当然の経済の営みがそこで営まれる、社会的価値が交換されている、そういう経済に作り直していくんだ。そうするとこのエネルギー転換というのは最もそういうテーマの一つなんですよ。でもう一つはすごく強く言ってるのは、もう一つ終わったのは福島事故で終わったのは、まあ、いろんなところでずっと書いてたんですけど、もともとは国家再生の戦略を急げっていうちょっと自分の同級生と一緒に書いた本があるんですけど、そこでも書きましたし、脱原発成長論の最後に書きましたけど、経済がおそらく集中メインフレーム型、つまり重化学工業のどでかい発
電所を建てたり大量生産の工場を作ってそこから大量に供給するメカニズムが終わったんだ。で、小規模分散型、そうすると農業とかエネルギーとかいうのは一次産業ですから、ここから全部組み立て直すような流れに21世紀になっていくということなんです。そうすると地域分散型でエネルギーを作り出す。じゃあなんでそういうことが可能になったか。なんとなく昔だと不況だから自給自足で縮んでみんな生きていこうみたいな発想になるんですけど、違うんです。もういわゆる IT 技術でネットワークでコントロールできるようになってから、自分たちがただ孤立して地産地消をやるんじゃないんですよ。お互いに融通しちゃうんですよ。不安定なエネルギーだし、それぞれ地域の資源は違う。ネットワークを組むことによって一つ一つの小規模分散型、地域分散型の経済が結びつくことによって経済が成り立つような、そういうメカニズムで変わっていくんですっていうことなんですね。それを可能にしたのは実は IT。 IT 革命っていうのはようやく実態の中に入ってきたんです。我々スイカで買い物もできたりするようになっちゃった。つまりあの頃ホリエモンとかもうみんな未だにバカだから、多くの人があれのスターでなんか持ち上げてますけど、ただの買収屋さんですから、株価釣り上げるだけ。あら1980年代のアメリカの再現なんで、本当の IT 革命そんなポータルサイトじゃないんですよ。我々が考えないようないろんなところで制御装置がいろんなところ入ってきて、それが可能になる社会が出てくる。で NEC とかいろんなところもみんな赤字で困ってきてるわけだけど、みんなそういう地域単位でそういうシステムを作るとか、ファクトリー単位でそういう制御装置を作るとか、蓄電池でそういうものでシステムをセットで売るとか、みんなそういうところシフトしてきた。おそらく日本中が変わってくるんですよ、小規模単位。それが発送電分離改革やって、送電網が一体的に国がコントロールできるようになれば、できれば直流にすれば送電のロスはなくなっていくし、直流超電導していけば、で 50-60Hz の壁も超えることができるわけだし、そうするとつながることによって安定していく。そういう新しいタイプの経済、高度成長期までとは違った社会、経済のシステムっていうのを構想していくことができると、日本の社会は大きく変わっていくわけ。なんか20世紀的に言うと資本主義か社会主義かみたいな対立軸だったんですけど、終わってるんですよ。大きな政府か小さな政府かとか、市場であるか政府介入であるかとか、そんなことばっかりやってるんですよ。原発は市場に任せれば損害賠償払えないから潰れるだろうって、でもそれじゃ解決にならない。電力会社バタバタ潰れていくだけですから、実際には不良債権問題の処理はそういう形ではできない。新しいタイプのそういう動きっていうのが進んでくるだろう。そうすると今度の7月の再エネ法の実施と、実はこの東電の改革は一つのエネルギー基本計画も大事なんだけど、エネルギー基本計画で出てくるのは将来何パーセントにしましょうとか、こういう目標にしましょうとかいうことがすごく重要だけど大枠なんです。それよりもむしろ重要なのは東電とこの再エネ法をどういうふうに我々の武器にしていくか、あるいはこれをとんでもない方向へ持っていかせずに、我々自身が新しい経済や新しいシステムを作るきっかけとなし得るかどうかが、おそらく大きな分水嶺として我々の前にあるんだ。しかしこれは単純な話でではなくて、先ほど言ったように原発という不良債権をいかに処理するかっていう、かつての1990年代我々の社会がもがき苦しんで失われた10年になったのと同じくらいの重さの問題を我々自身が克服しなきゃいけないということなんだろうと思います。ちょっと長くなりましたけど、質問の時間も取らないといけないということで終わりたいと思います。以上です。ありがとうございました。大学の講義と同じようにきっちり90分だったというふうに思いますが、体が動いてる、はいはい、時間が7時前ですので、質問早速いきましょう。質問のある方、はい、橋本さん。まずいですか。いいです、いいです、どうぞどうぞ。
すみません、ありがとうございました。一つはですね、この最初日のこの文殊だとか六箇所ですね、まあ、これはどういうふうにしていったらいいのかっていうのを一つお聞きしたいのと、もう一つはまあ、これ東電の問題ですけど、まあ、破壊処理すると 4.4 兆円電力債の、問題があってですね、まあ、即処理をするのではなくて、先生のおっしゃるように、まあ、こうして発電と送配電に処理権を分離して直接売却するというようなことで、まあ、確かに発電の部分というのはこれも廃炉処理をしてい、くということなんで、まあ、昔 の不良債権処理というのを思い出すと、ハゲタカがやってきて債権ですね、二束三文で買ってまた高く再売却すると、まあ、いうことでハゲタカが儲けちゃったということがあるんですけど、これは今回はもう廃炉をちゃんと想定していく、まあところがですね、つまりちょっと違うところがあるんじゃないかと思いますね。それの違いで、これはもうハゲタカ買っていいのかどうか、国が買うべきなんじゃないか、また送配電というのはもうむしろ、今おっしゃったように非常にこれからですね、今地域独占とかですねいう問題が、まあ、あって、これを、50Hz、60Hz の問題も今おっしゃったようにですね、クリアしていくようなことになると、非常に大規模化すればするほど、まさに、単位当たりコストが安くなるというですね、そういう、非常にまさにメリット、むしろ、独占的の、まあ、旧来のメリットとされた経済学的なねところがあるんで、これはどういう所有権分離していくということで、送配電のところだけは非常にこれは もっとこれ、大きな改革をしていく、まあ、一つの、分野っていうことになると思うんですね。その辺ちょっと、はい、お答えするとですね、2つ大きく言えば、1つは、まあ、核燃料サイクルの問題とかそういう部分の問題と、それから不良債権との違いで原発の問題って売り飛ばすわけになかなかいかない問題ですけど、確かにかつての不良債権問題の場合には、不良債権をバルクセールで悪いものといいものを一緒にして売っていけば利益が回収できたんです。ところが電力問題が深刻なのは、賠償費用とか自己処理費用とかは利益を全く生まないで、損失がたくさん出るのを、損失をどんどんカットしようとすると非人道的なことが起きる、危険なことが起きるっていう、そういう関係なんですね。だからかつての銀行問題とは全く違った性格を持っているということになります。でその時に非常に重要なのは、原発国有化論というのが出てきているわけ。ところが原発国有化論は非常に危険なのは、東電の処理を曖昧にすると、実はみんな不良債権を国が買い取ることになって、責任を問わないまま東電を救済するためのものになってしまう可能性がある。そうすると今言ったような処置を取って売っていた結果、原発をどうするかという問題が残るとおっしゃるとおり、その時に、まあ、もちろん日本原子力発電も潰れそうなんですね。で今度会計ルールを変えて、発電してなくても各電力会社が払うということになって持ってるんだけど、もう日本原子力発電はもうダメなんです。東海大臣はほとんど地元を動かしたくないし、敦賀川の状態でしょ。でだからもうほとんど老朽原発だばかりで、もう持たない会社なんですけど、実はその処理問題も絡んでいて、廃炉っていうことを専門的にやっていくような、この国がですよ、そういう可能性は十分にある。その時にそれを安易に引き受けちゃいけないのは、一つは東電の処理を間違えちゃいけない、だからもう一つは原発を国がやるという時に、国要するに損害賠償でもう負えないんですよ。で実はいろんな電力会社で国策でいやいややったんだというような電力会社の言い分なんですよ。実際に持て余してる、いくつかの会社は東電、関電、九電は革新派ですけど、くっついてる中央の電力会社嫌がってるところがある。だから本当に言うと、保証して買ってくれたら嬉しいってところもある。で問題は、このままただ原発を国有化すると、東電のただなる単なる仲裁に終わってしまう可能性があるのと、もう一つ原発をどうするかという
方針も明確でないものは国がやるとそのままずっと継続するってことになりかねない。だから2つの条件が必要だ。そのためには1つは東電の処理で解体売却をしっかりした上で最大の費用を出した上で、じゃあ原発の廃炉を誰がやるかって問題が初めて出てくる。もう一つは、じゃあその時に東電の廃炉だけじゃなくて、福島の1から4の4号機の廃炉だけじゃなくて、日本の中でどういう順番で廃炉していくんですか。全部廃炉するんですか、それとも20年、30年かけて廃炉していくんですか。で、現状維持ですなんていう想定が残るような選択肢の中で原発の国有化をやると、とんでもないことになります。フランスと同じような状態になってしまう可能性を持っているので、この2つは大きいですね。で、その上で6カ所をどうするかっていう話だけお答えします。それからでお願いします。で、6カ所この中に書いてあるんですけど、6カ所村は今続けようとしているのは、この会計の仕組みを読んでいただけると分かるんですけど、一応2005年にリセットボタンを押したんですね。新しい仕組みにしたんです。ところがこの時、計画当初7600億だったのが2兆2000億弱まで建設費が膨張した。それはもう我々の電気料金に乗っかっちゃってるんです。最初に料金という形でとんでもないことに1兆何億円か3000億か4000億か分かりませんが、その1兆5000円ぐらいになっちゃったな。そのぐらいのお金を持ってるんですよ、失敗の。その後、ここでそれまでのルールは 60% 動いてないんで、最初の料金の6割を徴収している形になったのが、2005年から 100% 取り出した。ところが動いてない7年間。でその7年間、ガラス効果過程というのが止まっちゃってるんですけど、動いてない結果どういうことが起きてるかっていうと、前受け金っていうのを電力会社が、つまり動いてないのにどんどん引き当て金が溜まっていっちゃうんですね。で動かないので建設費が向こうは足りないわけですよ。日本原電前受け金というのを貸し付けて、それで建設アクティブ検査とか資金を動かしたり、もう借り入れができない。でもう一つは、最初に料金で取ったものを動いてないのに払ってる。それが積立金というのは、一回この引き当て金を積んでそこから原電に払うわけだけど、1兆6000億円も取り戻して、なぜかというと何にも動かしてないんだけど、機械がどんどん古くなるので減価償却が必要になるわけ。同時に3000も4000も人を雇ってるので人件費がかかる。っていうことはですよ、この部分は完全にコストオーバーだから、都合3兆円ぐらいも使ってる。でこの1兆6000億を電力会社はなぜ甘く見てるかって、こうなんです。いずれ動く、動いた時に電力料金に徐々に乗せちまえばわからない。それから機械の減価償却、例えば機械がバラバラなんですけど、10年とか6年とかなってるんですけど、この部分を15年動かせばいい。次の機械も15年動かせばいい。原発と同じですよ。ずるずる長く動かせば事故が起こるかもしれないけど、そうすればこのコストは吸収できる、減価償却部分は。って考えても違いない。だけどさ、皆さん考えてください。20年乗らない車があるとしたら、20年乗ってないんだから新車同然なんだぜって動かしたら危ないですよ。そういうことが今今後とも起きる可能性がある。そうするとですね、4兆円、積み立てて1兆6000億使って、今2兆3000億ぐらいが積み立て金として残って、各電力会社にそれぞれ引き当て金も残っていますが、この再処理料金を使って溜まった分を使って全部本当は除染や事故処理費用に当てたいんですけど、おそらく日本原燃のある部分を整理せざるを得ないし、それは過去分というか過去に使用済み核燃料はもう積み上がってるんですね。2トンまで、2万トンまで言ってませんけど、1.7 万トンぐらいあるわけですから、これを直接処分にするって言っても、埋めるとこないんですけど、ドライキャストで貯めるなりなんなりする
何かそういう事業会社に転換をするか、あるいはそのまあただもう青森県に再処理しないなら持って帰れってなってるので、恐らく持って帰ってそこが空になったら潰れちゃう会社なんですよね。でこれをどうやって雇用の受け皿としてやるかって言ったら、その揮発で物を処理する会社に組み替えてっていうことをやると、最初に料金は最初のために取ってるので法律を変えないといけない。だからその処理分に一定のお金が必要になる。ちょっと思ってるほどに溜まってる、六ヶ所の最初に施設に溜まってるお金をそのまま除染費用に使うとか、賠償事故処理費用に使うとかいうのが丸々使えるということは実はないというのが現実なんですね、見ていくと。でいくらか、そうするとかなり法律を変えて再処理料金で上乗せしている6カ所の分、電気料金皆さん払ってるわけですけど、その中に乗せられている分を再処理をやめて、その直接処分にしろ何にしろその分にすればコストが安くなる分があるので、その毎年入る再処理料金の一定割合をその福島の処理費用に充てるとか、法律を一定変えてやっていくっていうことで国民的な合意を作っていく。でもその前提としてやっぱり東電の処理みたいなことをしっかりやらないと多くの国民は納得しないということだと思います。どうでしょう。ありがとうございました。次に山田先生お願いします。それからいきますね。多分最適な解決はないんですよ。先生ですね、その東電の処理なんですが、この賠償機構とか支援機構のもう1年の見直し期間が来るわけですから、でその時に私は最初からもう前前から言ってたんですけど、会社構成法でやるべきだと言ってたんですけどね。で本当にこれを本気で政府があれしようとすれば今のような形じゃなくて、会社構成法で JAL がやったように、で本当にその中でもう全部処分してしまって、発電部門を売り、そして送電部門だけ場合によっては残すとか、でそれをどういう形でやるかとか、そしてそこまでギリギリまでやった上で国があとは賠償に当たると。で関西電力もいろいろ稼働まあ、うん、というしばらくあれじゃないでしょうから、むしろ関西電力とかもむしろ可能の会社構成に将来持っていくしかないんじゃないかなという気してるんですからね。もうそれも一つの考え方だと思うんです。最適解はないと思います。全部破綻した場合に問題が起きるのは、まあ4兆5千億の電力債をどういう扱いをするかっていう問題が第一に発生します。それから売却した時、原発の引き受け手は全くないので、原発の廃炉をまずは決定してない状態でそれをやってもどこも買わないだろう。そうすると廃炉を決定したとしても、廃炉のためにその原発を買うところはいないので、まあ負担にしかならない。結局じゃあその負担をどうするかという問題についても明確に費用の算出をしていかないと説得力がないと思うんですね。で私はあり得ると思うんです。気分的には一番すっきりしてると思う。要するに当然の責任をはっきりさせて、この会社を一気に潰さなきゃいけない、その通りだと思います。 JAL との関係で言ってもおかしい。しかしその時に起きるのは、金銭の問題で言えば4兆5千億円余りの電力債は払わないわけにはいかない。誰が払うのかを決めなきゃいけない。それから柏崎と福島の10基、この部分についておそらく稼働して儲かるとは思えないので、福島の10基とこれを誰が持つのかっていう問題についてはあらかじめ答えをやらないといけない。でその上で潰して、皆さんとにかく東電は潰さないといけませんと責任を明確にしましょう。そのためにこういう費用が発生しますけれども、売却の費用で埋められるのはこうです。結果として福島の賠償は国の責任でやりましょう。
自己処理も国の責任でやりましょう。費用がかかるけどするべきです。そのためには一定の負担も大元も厭わないでやりましょうねって言ったときに、まあ合意ができるかどうか、私は言う価値はある、言って国民に問いかける必要があると。そうしない限り、それしかないような気しますかね。いや、今の電力って原子力を解体するには一番いい手段は先生の仕事、それやるのが一番だ。ただ正直に政策を立てるときには国民の負担が発生しますよということは言わないで、それでみんなとにかく嫌だから原子力村を壊そうね、一定の税金を取りましょう、福島を救うためにみんなお金を出しましょう、それでやろうっていう合意ができる国だったら僕は素晴らしい国だと思いますし大賛成します。だけどどう思います？現実的に考えたときに、だって海野八郎を下ろすけど堂々と勝俣が自己調で表現して偉そうに喋ってる国ですよ。もうこんなの人気人だろうと思ってやめろとか思いますけど、僕はとんでもないやつだと思いますけど、出てきた瞬間にブーイングが発生して、で国民が勝俣の家に押しかけて決命団事件が起きそうだからって警察が暴行して、この人はとにかく辞めさせて監獄に入れれば一番安全だからっていう、そういう世論ができるから、そうならば僕は実現可能だと。で僕は本当本質的には気分の上で言えばですね、気分の上で言えばそれが一番いい、潰してほしい正直。でも一応建前上経済学者なので、ね、ちょっとおかしいけど負担がこうなりますよということを言わざるを得ないということです。冷静に。ありがとうございました。じゃあ次の方ですね。今日はありがとうございます。先生の話聞いて、私は子供と妊婦 の放射能被害から守る法案を参議院から出している川田隆平の事務所の元にいるんですけども、本当に、先生の今日の話感動的に聞かせていただきました。それで、一つお聞きしたいことなんですが、国民負担の最小化というふうなことに関して、この機構法の中でどういうふうに取り扱われているか、すごい分かりやすいお話を聞かせていただいたんですけども、この国民負担の最小化っていうことに関しては、東京電力の株式を政府の保有比率をどうするかっていったときに、財務省の方が国民負担の最小化ということを持ち出して、で3分の2にすることを抵抗していたというふうに思うんですけども、そのことと関係して、この機構法の中では財務省ラインっていうのはこの国民負担の最小化どういうふうに関係しているのかってあたりを説明していただけますでしょうか。はい、国民負担の最小化っていうのは財務省側から言うと税金の負担が生じない、あるいは財政の赤字という形にならなければ国民が別の形で負担をしてくれる、つまり電気料金で負担をしてくれるという、つまり国民負担の最小化っていうのは国民目線で考えてるわけじゃない、財務省、つまり国庫が形の上で赤字になるのは困る、つまり僕らが言うようなやり方をやったら原子力村を切り刻んで予算を引っ張ってこない限り福島は救えなくなるわけですよね。それ以外は増税しかないわけです、あるいは国債を出すしかないわけです。そういうのは嫌だと言ってる財務省。それでさっき言った話で言えば賠償支援機構に返済してないですよね。リストラやったって原発の損失とそれから事故処理費用で払えないわけだから、リストラしたってその費用を捻出するのが精一杯の状況が東電なんですよね。それでさっき言ったように一般負担金という形で電力のその料金の中の原価に入れちゃう。もう一つは東電に関しては今度の値上げ、企業家庭用の値上げの
上がった利益分の半分は特別負担金で支援機構に払ってしまいます。そうすると10年かかって東電で1兆8000億電力会社全体で 2.8 兆円その10年で払えなければ2年かかれば 5.6 兆円ということになるじゃないですか。20年かかっていつの間にか電力料金に乗せる枠組みだから財務省 OK なんです。この東電の計画は要するに彼らにとっての国民負担というのは表向き財政のバランスシートに出なきゃいいなくて国民が負担してもいい国民負担の最初からそういう意味で言うとこれは原発を再稼働して儲けさせるあるいは銀行がとにかく電力債に絞って電力債にすげ替えて儲けるっていう形になっていっちゃうんだけど、まあ、これは多分倫理的にはすごい批判をされると思いますけど、まあ、日本のメディアだからそんなところまで突っ込まないわけですよ。勝俣この状態で生かしてるわけです。マダラムもこの状態ですから、まあ、追及なんかしないわけですよ。怒ってる社会正義っていう感覚がジャーナリズムにはもう消えちゃってますよね。まあ、そういう状態なので、結局こういう処置がいかに不当かっていうことをきちんと問題にするところがあまりない。だからネットジャーナリズムとかそういうのは非常に多くの正義の満たされてない人たちが相当飛びつかる、ある程度知的なレベルの高い人たちでネットにアクセスしてるかしてないかで全然情報が違っちゃってるような世の中に今なっちゃってるわけですよね。そことが大きな問題だと思います。おっしゃってる意味を言えば、表向きこれは財務省にとって電力料金に基本的に賠償費用が乗る案なので OK なんで、同時に債務超過で債務超過でしないっていう規定を生かすことによって経産省資源エネルギー庁にとって OK なんで、銀行は裏の手を使って死亡社債に貸し付けから死亡社債に転換することによって社債は電気事業法37条で優先弁済が守れるので、福島への賠償よりも先に自分のところに返ってくるというポジションを得られるので OK。 銀行、経産省、財務省はそれぞれ OK な案になっているのがこの案、特別事業計画の腰腐ってる、はっきり腐ってる。これ許すような国だったら終わった。国会議員がこれを許したらいけないです。だって国会決議無視してる。本来ならば、確かに参議院の問責決議と同じようなもんで付帯決議だから法律違反とかで言えないわけですよね。しかし明らかに国会の意思を無視した。民主主義上は非常に大きなもの、見直しを本当はするべき問題なんだと思うんですよ。そこのところを曖昧にしちゃうと、問責決議だから無視していいって話は、不信任決議は無視できないけど、問責決議は無視できるって言えば無視できるわけですけど、しかしひどすぎるでしょ。国民全般の負担や今後の枠組みに根本的に関わるところで、この賠償支援機構法が通るにあたって決まった付帯決議は無視されてる。それで気がついてみると、財務省、経産省、銀行それぞれの利害関係者が全て OK、 損をするのは国民と福島県民という構図になる。こういう狂った最近の経緯だと、多分また書きますけど、来週僕誓うかもしれない、誓いになってるかもしれない。ど真ん中で結婚続けてるんで、みんなに注意されてる。ホームの端に立たないよ。次の質問、質問のある方、他にはいらっしゃいますか。まず松田さん、それからいきます。今日はありがとうございました。場所でランナーをしている丸子と申します。お聞きしたいのは2つありまして、
個人的には原発そこで停止を希望されている。でもそのためには日本国民全国民の合意が大事でもそれはとても難しいっておっしゃってましたけど、今現在何か具体的なアクションのプランとかちょっと放送とか、あと私今原発国民投票都民投票の活動をしておりまして、大阪の方は橋本徹市長が全面却下っていうこと、大阪維新の会が否決っていうことで否決されまして、で東京はこの前の5月10日に都庁の方に署名を提出しまして、で、石原都知事は難しいだろうとやる気もないっておっしゃってまして、でその他に今静岡で5月13日から署名活動始まってます。で今度に新潟で7月1日からまた県民投票の署名活動始まってますが、こういったアクションの仕方とかちょっとどういうふうに思われるかお聞かせください。私が先ほど言ったように中央の政党とその新聞もそうですけどジャーナリズムとそれに対する国民の不信っていうのが、そのトップが支持率が2割3割3割割っても選挙する必要ないよとこういう回答なんです。 この感覚って分かりますよね。誰がなったって同じだよ。でも私たちは意思変えませんよっていうあれじゃないですか。で代わりにそれを代弁しているのが地方自治体ですよね。で僕は気がついてみると東京とか大阪とかそういう大都市が一番目立つんですけど、逆のような気がするんですよ。今静岡って話しましたじゃないですか。世界一危険じゃないですか、浜岡。そういうなんかもう周辺市町村もみんな反対ですし、で気がついてみると岐阜県も反対になってきたんですね、今最近。実は福井で爆発すると風向きで飛んでくるっていうのが分かって北風がこっち吹くと十分に来ちゃうって話が分かってきて、でさっきも言ったように熊本とか山形とかいろんなところでエネルギー計画、神奈川とか小田原とかそういうところが建てるようになってるじゃないですか。僕は一つは大きいところを狙うっていうのも必要なんですけど、どっか一つ成功させる場所を実はやってみたらこんな反対だよっていうのは見せられる場所が重要なんじゃない。でもちろん福島県民はやれば多分そうなると思うんですけど、福島県の例えば今度奈良派の町長が草間っていうそのゼネコン関係というか土建関係で中間処分場長男が7億円で売却用地を売却したとかいう黒い噂が立ったりしてたんですけど、職人の賛成派だったんですけど、双葉町の 町議会長に変わっちゃいまして、全部が変わりましたよね。で、もう生きていけないわけですよ。生きるか死ぬかの状況で、すごい双葉町の町長とかもめちゃくちゃ発言してるじゃないですか。ああいう動き見てたりすると、僕はすごく新しい政治が生まれてるように感じる。私たちは東京とか大阪とか東京や大阪で実現すればとっても面白いけど、むしろなんか地に足のついたいろんな原発のあるところで静岡がすごくいいんじゃないかと思うのは、そういうところで東京市民って絶対にみんな原発再稼働反対なんです。少なくともさっき言った広い即時原発廃止じゃなくても少し広く取っちゃえば78割の人はもう反対なんですよ。だから多数派で下から一つ一つ、僕の感覚は上からやるのはなかなか難しいかもしれないけど、一つ一つ最低限のこう一歩一歩固めるような、こういう条件だったらこうですよっていうのを、40年動かしちゃ、それ以上動かしちゃダメですよ、新規建設ダメですよ、一番危ないのを削りましょうって、こうやっていくともう半分になっちゃうんですよ。そうやってやってオールオールラッシングじゃないようなオルタナティブを同時に出していかないと、 こんなことが通ったり、勝ち方がまだくどいようですけど、首相は やめてくけど勝ち方まだ会長ですから、そういう世の中であることをやって全部がゼロだったら終わるんじゃなくて、
何か小さな町でも原発があるところでも実際に実現していくことが大事なんじゃない。で、僕らはひょっとすると上のところから変えようと思ってそこに期待をしてきたけど、気がついてみたら大いに再稼働を止めたのは大阪であり京都であり滋賀だったわけじゃない。で、誰もその首長さんの言うことをいぞっとみんな思ってるから動かせなくなっちゃったわけじゃないですか。で、一つ一つの町を見るとみんな首長さんが反対になっちゃったわけです。それ住民があまり強いからでしょ。そうすると身近なところで政治を動かし出してる。だから原発の投票も僕はこの政治の意思と国民の意思のズレを埋める道具としては有効だと思うんですけど、東京とか大阪とか狙いすぎなくてもいいんじゃないかな。つまり危なくて不安に思ってるところでこうやって30キロ圏でも100キロ圏でもいいんですけど、そこで投票してみたらどういう結果が出るんだろうという実現できる場所でまず実現していくことが大事なんじゃないかな。そうやってなんか一歩一歩見える姿がないとみんな諦めちゃうんだと思います。でまた諦めるの待ってる。そこを食い止める方法があるんじゃないかなって思います。私個人で言うと運動家じゃないので職業ベースでやってる感じなんです。冷めて淡々と計算をするとこうですよ、言い続けるっていうか、まあ、ある倫理的な自分には義務が感じてるんですけど、まあ、自分のできる職業の範囲でやろうとしたら自分が分かることを提供することと、まあ、会議の委員とか言われたらそこでみっともない真似はせず言うことは言っとこうっていう最低限そういう感じのことはやらなきゃいけないと思ってると思うんですよ。でおそらく、まあ、大きなうねりになる可能性もあるんですけど、皆さんが何か一つ一つできることが福島の人を救援するためにボランティアをやってるとか、その投票のなんか運動のために署名を取ってるとか、すごく小さな動きが女性が特にすごいと思うんですけど少しずつ広がっているので、何かこう下から少しずつ一歩一歩駆け上がっていくような感覚っていうのを僕らは作れないものだろう。僕だからあんまり絶望してないんですよ。でだって絶望してないんですよ。これ戦争と同じですよ。戦争と同じことが起きてるんだと。人の生命とか健康とかを投げ出して国とかいう名前でとんでもないことをやろうとしてるわけでしょ。この東電の際、さっきも言ったように人権から出発しようっていうのはそういうことなんです。そういう怒りっていうのはそう簡単にはなくならないんだと僕は思ってる。戦争の世代が少なくともいなくなるまで経験した世代は嫌だっていう気持ちが大半なんですよ。実感なんですよ。頭で理解してるもんじゃないんです。多分今みんな女性が特にすごいと思うんですけど、自分の子供にミルクを飲ませるのに怖いとか、給食で何食べさせてるのかっていうのが不安になる。そういう感覚で二度と味わいたくないと思う体感なんですよ。でそういうものが支配的である限りそう簡単には人を忘れないだろう。特に思ってるのは原子力委員会とかああいうのに来るメールとか投書で30代40代の関東の女性が多いんです。30代40代あえらとか読んでるような感じの人たちです。だから感じっていうのは多分一番近いところにいるからだと思うんですよ。男が一番ダメですけど、今クズですけど半分ぐらいがなんか再稼働賛成しちゃったりするんですけど、会社の論理でまあほとんど虚勢されて、まあ、ただの働き鉢になってるだけなんで、もうどうもなんない人間じゃない状態になってるんで、これしょうがないんですよ。で、おそらくそういうふうに考えていくと、今言った何ていうか、そういう最後の壁みたいな、心の壁みたいなのが僕信じていて、それが何かオールオールナッシングになるとすごい絶望感になる。それを下から積み上げて実現していく感覚っていうのをこう少しずつ作れるようなものをやっていかないと、この強い原子力村はそう簡単にはならない。ど真ん中ですから、正解、財界、寛解のど真ん中ですから、簡単にひっくり返らないということを覚悟すると一歩一歩追い詰めていくのが大事なんじゃないですか。
ザ・マーミのみんなは多いがみんな嫌だろ、止まっちゃったじゃないか、バカ野郎っていうね、こうザ・マーミのみたいな感覚がこう次々とやりたいことやらせてたまるかよみたいな感覚ですよ。楽しみ、僕もそういう感じですよ。嫌がることばっかりやってますから、すごく楽しいんですよ。ただ痴漢にされるのだけ怖いそれだけですけど。そろそろあの撤収の時間が近づいてますので、最後にあのちょっと次ですが、他に質問したい人ありますか？あります？あ、じゃ あのすみません、加藤先生と2人 で質問を最初に言っていただいて、あのまとめて答えていただけますか、はい、お願いします。3人ですね、はい。ちょっと時間、じゃあこう3人、彼女から。本日貴重なスケールの大きいお話いただいて、今頭が興奮状態なんですが、今あの先生がおっしゃってた答えとちょっと重なってしまうところもあるんですが、例えばあの本日、一人一人が家に帰ってあのできることとしたら、先生の方ではどうお考えかアドバイスをいただきたいなと思いました。ああ難しいですよね、人それぞれだから。すみません、加藤先生と安部先生、お願いします。かれこれこれ今日はもう2時間なんですけど、2時間1箇所で聞いていたのは、まあ、珍しい。本会議場はありますけども珍しいなと思ってあの熱心なお話に引き込まれたということなんですけども、あの貸定責任の関係ですね、これは非常に大事な問題だと私は思っております。それで貸し手という関係では機関投資家、これが銀行も当然入って、委託を受けるわけですよね、まあ、そういう意味では受託責任が当然ある。で受託責任の関係について、これは先生先ほどから倫理ちょうどおっしゃってきたんで、そこでこの質問をした方がいいかなと思っているんですけども、やはり倫理的投融資の関係ですよね、これをどう考えるかと。つまり今言われているのは、ESG 環境の問題、社会の問題、それからガバナンスの問題ということで、これはかなりそれに関わってくる話ですよね。あれは SRI という、まあ、ソーシャリーが今はあのサステイナブルっていうふうに変わりつつありますけども、まあ、あのクラスター爆弾の時もそのクラスター爆弾の工場にお金を出すところについては、相当厳しい、見方をするようになってきてるし、核兵器を作っているところについては、まあ、機関投資家、例えばノルウェーの場合については、まあ、機関投資家が動かない、まあ、そういう話もあったりするわけですよね。でこれは今後極めて、大きな流れにしなければいけないというふうに私は個人的に思ってますけども、はい、この辺についてどうお考えますか？すいません、ちょっと時間なので、はい、あの安倍さんの、質問で答えていただきたいと思います。はい、あの私はあの倫理的なことと真逆でですね、今日本はあの原発輸出にすごくこんな恥さらし何でするかと、福島のことも世界に伝えないでと思うんですけど、先代で大坂さんって民主党の議員さんが教えてくれたことによると、今世界中 の, あの原発のメーカーですねは、例えば東芝とか日立とか日本の会社と合弁をして、今度アメリカで新しくできるのも東芝かなんかのだったと思いますけど関係で、すなわち日本は国内でもニッチもサッチも行かなくなっちゃってるから、銀行も含めてお金回り悪いから、これを海外投資で何とかしようとしているのか、そうだったら、まあ、ある種このやり方の理由っていうか説明はつくなと思って、今おっしゃった社会的な倫理観を持った投資とは全く違うんですけど、真逆ですけど、ここはどう考えられますか？はい、ちょっと今日帰って何をするかはちょっとよくわからないんですけど、夕飯食べることが大事かもしれないけどちょっと安倍先生とかとも先生のお話と絡めると、
まあ、あの過失責任という時に、まあ、民事再生なのか破綻整備なのか、まあ、債権なのかによって負担の比率も変わってくるし、過失責任の処理の仕方も変わってくる。しかしもう少し広い意味で過失責任というのを考えるべきだろうというお話だったと思うんですよね。でおそらく安倍先生の話も非常に通ずるものがあるんですけど、よくあのグリーンに投資をしている銀行で格付けをしたり、その NPO みたいな人がそういうことをやったり、まあ場内審議みたいなのもありますけど、そういうあの機関があってもいいと思います。でアメリカの場合だと黒人やマイノリティに地域の機関がどれだけ貸してるかを情報開示していって、地域の銀行を評価するっていう仕組みがすでにあるわけですね。でそれに代わるようなことはあの仕組みとして作っていって、国政レベルでそういうことが必要ですよっていう議論をするには、そういう動きがやっぱり民間というかこの市政で起きていないと、なかなか連動して法律にはしにくいだろうなというふうには思います。ただそういう動きはすごく必要だ。で原発輸出に関してはおっしゃる通りで、アメリカがスリーマイル当時以降国内の新設ができなくなっているから、ウェスティンハウスは東芝と組み、その GE は日立と組みっていう形で、要するに自前で新規建設をやって次々生まない限り、その国内のビジネスが縮小容易なくされてしまう。そうすると日本にこれだけ原発が建てられてきて、 GE とウェスティンガハウスが事実上それにコミットするっていう、そういう合弁でコミットするという形です。でドイツも脱原発でシーメンスとかいくつかの企業が原発から撤退をし、あれば依然としてやり続けますけど、あ大赤字、風力とかにも手を出し始める。でオランダは急激に方向を変えるような方針は出さないと思うんですけど、今一つ話題になっているのは40年廃炉を適用しようとして一つの原発をターゲットしている。これを40年廃炉で止めちゃえば、ずるずると引き延ばして動かすという路線は断たれていくので、オランダはまあそれだけよりもむしろ雇用とかそういうところが大きなテーマなので、おそらく再生エネルギーとかいうことに力点を移してくる形になってくる。そうするとアルバシャも原発一本でできなくなりつつある状態を考えると、日本メーカーは国内で新設がもしダメだというふうになってくると、アメリカのその原発メーカーと同じ展開をしていく可能性がある。それはおっしゃるとおりです。ただ結局ヨーロッパで建てるとかいう話じゃなくて、ほとんどが発展途上国系なんですね。で問題はこのよくわかんないですけど、右っぽい人がその裏あのプルトニウム手に入れるために原発やってるとかいうのに、なんで原発輸出するのか認めるのかよくわからないんです。核爆弾の材料をどんどん輸出してるのと同じことですから、欲しがるのは当たり前なんです。日本のクズでもいいわけ、日本ももうすでに世界第5位のそのプルトニウムを保有してるわけですよね。で何に使うのか文字も何も動かないので、結局溜まりすぎてた。で結局単に1個目はアメリカで起きたその経済的な理由から出てきた戦略として、東芝や日立と組んで日本の国内はすごい原発のあるブームだったので、そういう形で合弁で出ていくっていうのと同じ動きの側面があるというのが一つですね。もう一つは核のセキュリティっていうことから考えると、本当にインドとかそのベトナムとかトルコとか、そういう原発をすでにまあ原爆をすでに持っている、核爆弾を持っている国でプルトニウムを欲しがっているところ、持ってないけどそういうものを手に入れたいと思っていること、ところにどんどん輸出するってことがいいことなのかっていう、もう一つの安全保障上の問題っていうのが発生してるんじゃないかっていうのが、まあ、3番目には爆発した国の原発を輸入する国の経
見識というものは何だろうって考えると、結局日本で正力とか中曽根が原発を始めたのも同じ動機だと思うんです。つまり核兵器を作る一歩手前を我々は状況を手に入れたいっていう、そういう動機からそういうものを受け入れてるとしか考えられませんよね。福島見てそれを変えたいと思うかって言ったら思わないでしょ。そこのところのもう一つの輸出問題のその裏側にある非常に微妙な問題というのはもう一つそこに絡んでるんじゃないか。そこも批判していかないとやっぱり本当に輸出して事故をしたのに輸出して何事かっていうだけだと少し弱い気がするんですよ。でそれをやればむしろ原発をなぜ続けるかっていう人たちが輸出を支持してるわけだから主義主張が一貫してないわけで、そこも論理矛盾としてついていくべきじゃないかなっていうふうに思っています。で最後なんですけど、何をしたらいいかっていうのは僕ちょっとわからないですね。正直言うと運動のリーダーじゃないので、たださっきも言ったように自治体レベルで動き出しちゃったり何か考え、原発のさっきの投票の話もそうですけど、今まであんまりなかったような動きがあちこち出てきてますよね。なんか面白そうであればいいんじゃないですかね。長続きしそうで面白そうで折りがないっていうことを考えてみて、とにかく腹が立ってしょうがないんで、腹が立ってるのをその腹腹技で吉田健康みたいな気分で言うと健康にも悪いので、その膨れたものをどうやって日常的に吐き出しておくと自分の精神状態のバランスが保てて健康にも美容にもいいかなって考えて動くっていうことが大事じゃないか。過去のやっぱり急激に盛り上がるけど急激にしぼんでしまうっていう運動っていうのがいかに悲惨であるか。特に日本の場合だと1960年代末から全共闘運動というのがあったんですけど、その党首たちの見事なる無残な姿というものを今日民主党の中の方々もだいぶ破壊してるわけ。その前は、旧左翼系の方々が中曽根内閣を支えたわけですよね。でネオコンももともとそういうことで、結局なんかあの時代に一番目立たなかったドイツが緑の党みたいなのを作って地道にやってて、気がついてみたらチェルノブイリ事故以降多くの人たちが被害を受けて積み上げて、そして今日こんなに世界にインパクトを与えるような政策を実現したというふうに考えると、線香花火はダメだ、ドーンという打ち上げ花火はダメで、やっぱり長く持つろうそくのようなちょっと少しずつ続けていきながら、一番基本的なところ、人権の問題とか子供とか妊婦とかそういう絶対に許せないところから問題を引き起こして、空中戦じゃなくて、で一人一人の福島の人たちの苦しみとかそういうものを共有し共感をしているところから、こういう政策が必要だっていう地に足がついた形で、しかもさっき言ったように腹が膨れないようにできるように怒りを発散することによって、美容にも健康にもいい反原発脱原発の運動っていうのを考えていくことが大事なんじゃないかなっていうのが僕の感じですよ。大体反原発やってる人を行くとなんか汚い服着てて、いつも同じこと言ってて覚醒器のようで、俺ちょっと辛いものがあるんだ、すいません俺日和見でとか思っちゃう私なんです。だからなんかもうちょっと普通の人の感覚に言うと、意地でずっと孤立、電力会社ヤクザみたいなの雇ってますからよく頑張ってるなっていうんで尊敬に値するんだけど、やっぱり何か普通の人が感じてる怒りっていうのがやっぱりすごい沈殿してると思うんですよ。そこのところを忘れないで、そのためにやっぱり一生懸命、だから僕は原発の前にやっぱり米の全量検査やろうとか、森林のバイオマス発電しようとか、新しい街を挙げるべきだとか、そういうごく当たり前のその日常的に苦しんでる人たちを救うことと、私たちは変わらなきゃいけない先が
いつも結びついてないと自然じゃないじゃないですか。そういう感覚を大事にしたいなっていうのが私は思っている感じですね。やっぱり多分当たり前のことですけど、ね、ひどい、起きてることはひどいと。僕も福島行って何人かお母さんのそういう子供を守る会の人とか話聞きましたけど、なんか苛立ってますよね。で周りにもこの状態が変わらないので口に出せない、そういうなんか日常的に浮いてしまうとか、それからいろんなそういう避難した人とそれから残った人の間の確執とか、人間社会ですね、そういう複雑なものを聞くたびになんか気の毒を通り越してひどいなっていう感覚を持っている、そういう感性だと思うんですよ。感性が失われた状態で何か抽象的なことをドンパチやってもやっぱりなかなかうまくいかないんじゃないかなっていうのが僕の正直な感想です。ということで地味に緑の塔みたいに、日本でもなんかできるらしいですけど、なんかドイツもああいうんでいきなり全部が到達できなくても86年があって90年代お母さんたちが抵抗して、そして福島がある前はメルケルがもう一回再稼働しようとしてた、その瞬間に止まったみたいな。だから一旦落ちてるように見えるけど眠ってるものが一気にそれで吹き出たんです。だからそういうふうに考えると長い間紆余曲折があっても ひるまないような我々の原点みたいなものを固めながら少しずつ積み上げていくっていうことができればおそらく変わっていくんじゃないか。できれば都民の投票がうまくいかなくても静岡県民投票がうまくいけばいいし、30キロ減投票やったら8割反対だったっていう、ぜひぜひもう住民の圧倒的多数だぜとかね、そういうんでいいんじゃないかと思うんですよね。それで一つ一つが積み上がってきて、おいうちもやってみよう、うちの町もとか思い出して、全然知らない人がうちは小さい町だからやろうとか、30人いればできるよとかね、そういうことが広がっていくようになればおそらく変わっていくんじゃないかなというふうに思ってます。まあちょっと夢かもしれませんけど、私はジョン・レノン大好きな、イマージンで今も生きてます。ちょっと夢を見すぎてるかもしれませんけど頑張っていきたいなと思って答えだったかどうか分かりませんけど、どうもありがとうございました。はい、どうも、ありがとうございました。まあいろんなところで信頼が崩壊をしているので、まあその信頼が回復をしないといけない、まあ、こういうことだろうというふうに思います。以前ですね、一水会の鈴木邦夫さんが原発には右も左もない、前へ進むだけだっていう話があるんですけど、まだ右と左の議論がですね結構多いような感じがします。今日は非常に大きな数字が出てきて分かりにくいんですよね。その1兆円とか何千億って言われるともう全然見たこともないお金なので、なんか宙を飛んでるんですね普通はね。で例えば再稼働しなくても最初に工場1100億円ってこの間見出しに出たんですよね。1100億円ってピンとこないわけですよ。で365日で割ってみると1日3億円なんですよね。でそのくらいなら、あ1日3億円もかかっちゃうんだっていうことは分かるかもしれないけど、数字が多くなればなるほどもうなんか、全然、浮世離れした数字になるので、ちょっと地に足がついて物事が考えられないっていう、そういう部分があるかなっていうふうに思います。いつも言ってるんですけど、1兆2兆って言っても豆腐じゃないんですって言ってますよ、ね、なかなか分かりにくいですよ。あるトラック業者にどのぐらいトラックが必要なんですかって言ったら、やっぱり何台かかるか分かんない、想像できないです。それはよく分かるんです。ただ国の予算が90兆、国の経済が500兆って考えると、そういうなんか何かと比べていくことによって実感が持てると思うので、自分の家計と財布ばっかり見てると想像はできないけど、そういうことじゃないかと思います。ありがとうございました。そういうような感覚でまた理解をしていきたいと思います。今日はどうもありがとうございました。結構ですね、今日は議員の方は紹介しておきますが、
衆議院の方は橋本蓮さん、山田雅彦さん、本田さん、小野塚さん、から坂口さん、品さん、加藤岳さん、笠井さん、から参議院の岡藤秀一さん、吉田忠智さん、あ、安倍さんもいらっしゃいました。ずっとあの加藤秀一さんもそうですけれども、2時間半たっぷり聞いていただいた、なかなか、珍しいことでありました。ありがとうございました。それじゃあ今日はこれで終わります。ありがとうございます。ありがとうございました。さて事務連絡に入りますが、撤収の時椅子をですね、前机の中にしまっていただけますでしょうか。